ということで、まあ、今日はね朝6時なんですけれども、とても大きいプロジェクトをね今からこなしていきたいと思います。まあ、いつもね仲良くしていただいてる、ビビの関係者の皆さんとのお仕事になるんですけれども、多分ね僕たちのもうメインチャンネルの方で出てる1週間コーデを揃えるみたいな企画あったと思うんですけど、まあ、その次の日の朝ですね、はい、僕が今日統括する立場なので、一番最初に現場に入って、でまあ僕の方のカットを取りまして、その後に、まあ、メンバー分があるんで、そこはね僕はちょっと担当者の方と、一緒に見守っていきたいと思います。なのでちょっと朝早いんですけど、今日の予定を話すと、まあ、僕たちの衣装のカットを取りに目黒の方に向かいます。その後、雑誌の撮影がありますと。今回はですね関東をいただいていまして、挑戦したことがないこう漫画系の、週刊誌の撮影になります。別冊フレンズっていう雑誌の関東をいただきまして、漫画に出てくるキャラクターに僕たちがコスプレとまではいかないですけど、まあ、衣装をチェンジしてで撮影をするみたいなのが入ってて、その後に僕単品で今回のこのプロジェクトの一部を担っていくと。とにかく一日中仕事がぶっ詰まりしているということですね。一応今日の担当者の方が、皆さんもね聞きなじみのある三浦さんです。おはようございます。おはようございます。今日早いですね。早すぎました。はい、いやよく起きれた鈴木といったところでしょう。何時間睡眠ですか？今日は1時間睡眠です。ギリまで衣装組んでて、三浦さん何時間ですか？寝てないです。見ましたか？こういうことなんですよ。俺ね別に仕事ができてないから前日まで追い込まれて寝てないとかじゃなくて、僕と三浦さんはもう事前からこう準備を重ねてきて、それでもやっぱより良いものを作ろうということで、昨日の夜中も電話しましたもんね。夜中までこれ持ってきてくださいとか、こういうの用意したいとか、こういう場所で撮りたいみたいなのをずっと話してて、やっぱコムドットを楽しむ上で一番のなんていうのコツみたいな部分で言うと、やっぱこのリアルタイム、昨日撮った動画、一昨日撮った動画が次の日に上がるみたいな、そういうところが一番の魅力かなって思ったりしてるので、より新鮮さを楽しんでもらうために、あの時のストーリーだとか、まあ、あの時の投稿だとか、あの時のふざけてたストーリーだみたいなのが視聴者の人の中で繋がった時に新感覚というか、まあ、僕たちにしか出せない味だなと思うので、まあ、意識してやってるっていうか、まあ、楽しんでやってる部分ではあるんでいいですけど、まあ、そういう部分もね込みで今度楽しんでいただければなと思います。じゃあちょっとね、現場に向かっていきたいと思います。じゃあ現場、入りますか。おはようございます。お願いします。あ、三浦さんが YouTube に出たいらしいです、三浦さんが。やめなくて、こんにちは。こんにちは。あれですかね、もう僕たちのリビの担当者の三浦さんです。おはようございます。おはようございます。今日も朝早くからということで、これ本当すごいことですよね。いや、もうねちょっと待って、マジでどれ喋ればいいか分かんない。あ、全然ない、全然ない。でもその、多分、はい、じゃ三浦さんのキャリア上、どんぐらいでかい仕事ですか？いや、もう初めてだよ。一番すごいぐらいですか？いや、だってこれ21年ぶりぐらいらしいです。めちゃくちゃ大きいので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。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 も、モンさんです。モンです、よろしくお願いします。モンさんが多分現場で一番気合入ってるっていう噂で、はい、最近なってる。最近なってます。はい、ゆうたが言ってたんですけど、はい、ボンさんが団地でやっぱ気合入ってる。だ僕たちも気合入れてます。あ、よろしくお願いします。一応本人よりも気合入れてるって言われて。お願いします。お願いします。お願いします。いやー、あ、いた。え、待って待って待って、カメラあるのになんでフルーツを先に食える？すいません。ずるい、すいませんとかは。あ、いただきます。言ってなかったのかよ。三浦さん、これ第2弾らしいです。何ですか？やばい、ちょっと待てよ。あー、ちょっとこれは気づいてしまったぞ。密着や。社長密着や。パワハラに移るから、そんなに言ったら。ただのパワハラやん、こんなの。前回のね、社長密着、ユーモくんが編集してくれたんですけど、600万再生超え。やばい。ああいう動画ってなかなか作れない。うん。
まあ、今日僕と浦田さんが先に入って、でまあ、僕が一番最初にやって、浦田さんその間にチェックしてもらって、はい、で、あの他のメンバーが入ってメイクしてるぐらいで、僕チェック入りたい。あ、もうほぼ終わりました。あ、本当？はい、そうです。うっす。はい、じゃあ頑張っていきましょう。お疲れ様です。ダメだ。やっぱ優太じゃないとな、ここは。よく俺に言うわ、そんなこと。すごということで、最初ちょっと僕みたいな感じでさっき説明したんですけど、最初がユーマということですね。ユーマくんの1週間コーデから撮っていきたいと思います。ユーマさん入ります。あちゃーすあちゃーすだってあちゃーすだってよろしくお願いします。ユーマさん準備完璧です。よろしくお願いします。お願いします。痩せましたね。めっちゃでかい。ありがとうございます。めちゃくちゃスタイルいい。あ、まあそれもかっこいいですよね。ね、かっこいいよね。あ、これとかでもいいですよね。いきます、いきます。はい。はい、オッケー。はい、オッケー。浦田さん、一応終わり。いいじゃん、ユーモク慣れてきた。このテンポ感でいきましょう。はい、行きましょう。トップスタイリスト。全部監督するんでしょうか。監督兼、スタイリスト兼。社長。社長。いい感じ。それとかもいいし。あるね。オッケーです。はい。オッケー。はい、オッケー。ありがとうございます。ありがとうございました。いい感じだったよ。慣れな点がありましたが。ありがとうございました。どうだった？ありがとうございます。やはり来てて楽しかったです、社長。本当に。スタイリングが素晴らしかったです。ありがとうございます。今行ってチェックされます。いいっすね。休憩かな？いや。この後撮影でいい。OK、移動します。バス乗ってください。ゴータ、はい、社長バス出てって。社長行きましょう。バスです。いや、バスです。起きてるけど寝起きぐらい俺立ち上がるぞ。いやいや、バスです。押してるんで行きました。いいペース来てるんで行こう。はい、OK、ゴミ行くよ。ということで、ここから僕たち3人は、ロケです。おおおおおお、びっくりした。はい、ちょっとあの満身創痍なんですけど、ぶっ壊れた企画を撮った後にあのこの撮影に来てるということで、二人とも今ね、ちょっと仮眠中なんですけれども、まあ、外だったりとか、お店借りたりとかして撮影していきたいと思います。よし、行きます。向かいます。超起きてるやん。ここで出します。オッケーオッケーオッケー。向こう側で一回行きたいです。了解です。行けますか。うん、行けるよ。お願いします。お願いします。よし。ああ、僕は早いっすよ。もうあえて突っ込まないっていうことを全部変換して、迷惑に編集でケチョメチョメしてもらって。おお、いいじゃん、山津くん。いいっすよね。かっこいい。かっこいい、かっこいい。やっぱ決まる男だね、山津くん。かっこいいね、いい感じです。オッケー、次。次にしようって。バッチリです。ありがとうございます。ありがとうございます。いい感じ。OK。
結構いろんなバリエーションがあって、ね、いろんなの出たよ、よかったよかった、よっしゃー、山津くん終わりー、よっしゃー、よっはい、ということで今僕のカットが7個で全部撮り終わったので、次ヒューガのカットを、これスナップなんで路上で撮っていきます。はい、ヒューガさん入りました。うん、めっちゃいい感じ。待っていい？オーケー、ヒュージオーケー、この服終わり、終わり。ヒューガくんはね、やっぱね、表情というか、あの顔があんまり変わんないというか、毎回毎回ね、同じ表情ができる人なので割と早いんですよね、カットが。まあここから爆速でね、どんどん撮ってきてると思います。ちょっと見たいかも。あ、ありますね。はい、バッチリカット、バッチリ、はい、OK です。はい、グッティー、はい、ラスクリー。じゃあ、ヒューガ君、一旦ラストを一回撮りに行きましょうか。ラストということで、ヒューチンラストカットです。これが一番かっこいいかもしれない。はい、いや、これが一番かっこいい可能性すらある。大丈夫そうです、バッチリあります。はい、お疲れ。ヒューガ早い。いや、でもマジでほんとかっこいいんだよ。一発目からいい感じだった。そう、一発目ちょっとビビりましたね。あれ、モデル能力高い。いや、ほんとヒューガ顔変わんないから、その顔の筋肉が硬直しちゃってるんで。誰がその筋肉硬直しちゃってるんだ。表情筋ないから。もう動かしていただいて、笑うっていう筋肉しかないらしくて。笑うことはできる。二択笑うか、決めるかの二択。いいじゃん、かっこいい。あざっす、あざっす、あざなんだよ、なんだと思ってんだよ。じゃあいつまでマシのこの 4K と思って入っちゃってんだろ、カメラ開けろ、腹減ったから。お疲れ。ヒューチアップ、お疲れ。ヒューチ終わったんで、あとあっちゃんが2個で、ギャムギが2個で終わったら一旦スタジオに帰れるということで頑張りましょう。ディレクターさん、はい、大丈夫ですか？ダメです。ちょっとダメだな。はい、これもうダメだな。はい、まあ、あの一旦今日の夜までは頑張ろうかなって感じです。一旦だな。はい、で、あの帰ってすぐ寝ます。まあ、とりあえずじゃあ次のカット撮りましょうか。はいはい、かわいいな、ここは。確かにアメリカっぽい。ということで、これであっちゃん終えたら次全体のカットでしたっけ。はい、全体だったんです。で、ね、今ね、結構1時間押しぐらいで、結構今押しちゃってあのラストあっちゃん撮ったら、この後全体のカット撮りに行きます。あっちゃんのね、ビジュが爆発してるっていうのと、いや、めっちゃかっこいいな。あれ恥ずかしがりなんです。で、今の笑顔でファン殺したでしょ。こいつの戦略だからこのギャップ歯を歯多い、いや、遅っ。歯多いって何？気づいた時にはサプライズ。なんで普通に立ってんだよ。Love you so much forever and ever。 あの時聴いてたあの曲も。なんで普通に立ってんだよ。撮影見ろ、見守れ。ここでアムギリプチ豆知識です。これ多分視聴者の皆さん知らないと思うんですけど、アムギリは利き顔を持っている。あっちゃん自分のかっこいい顔知ってますから、ちょっと顔振ったりするのと、あと横顔、あの土正面と横顔が得意です、アムギリ。結構自分の横顔好きですから。普段ね、インスタの写真撮ってるとすぐ横向くんで、意外と知らなかったでしょこれ。はい、かっこいいよ。あ、もうありますね、完璧にあります。よーし、決まります。一発目からちょっとかっこよかった。そう、一発目から。このアメギリさんはこれ自分で分かってるんですよ。この顔はかっこいいって。自信が違うんですよ、やっぱ普段の顔と。めっちゃいい。めちゃくちゃいい。そのちょっと首を下げた時のあっちゃんが一番かっこいい。マニアがいい。マニア。一番かっこいい。本人より。バッチリ。かっこいい。OK です。あ、助けて。アムギリはマジでかっこいい。これね、未だにアムギリコムドットの中でハズレ枠だとか思ってるバカ多いけど、全くの不正解ね。なあアムギリ、いや、お前もう美女爆発しちゃってるよ。ありがとうございます。確かにその坊主の頃はそのまあハズレ枠だったかもしれない。だって面白さランキング5位だったし。確かに
で、ビジュも悪かったし、今となってはもうエース級のかっこよさですよ。ありがとうございます。本当にいや、まあ、かっこいい俺が言うから間違いないです。今年のイケメンの枠は俺やな。いや、まあ俺やそれは。えそれは俺やん。じゃあ今年の天才枠は俺やな。いや、それは俺やん。なんでその俺と被ろうとするの。今年の聖域枠は俺やな。なんやねんお前それ。どんな枠やねん。一個しかないやろ聖域は。めっちゃ良かったですよ。いや、めっちゃ良かったですよ。ありがとうございます。今年のイケメン枠はあなたです。ありがとうございます。時代は変わっていくんだよ。うわ、すごっ。めちゃくちゃ俺撮影中褒めてたのに。めっちゃ蹴落とされたよ。とりあえずここからスタジオ帰って全然撮影やる。はい、せーの。はい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 。あ、来たよ来た。わあ、ほらほら、めっちゃ疲れてる。24時間テレビ級やお前。こう感動感あるな。なぜ後藤さん、でも絶対倒れてると思う。これは無理やと思ってしまう。ベルト自分でしたも早いだろ。ガチいけるな今って。やっぱりベルトやってもらうし。皆さん本当にお待たせしました。3度目の勝負。それも取っといてください。落ちないで落ちないでよ。気をつけて。結構開いてる。そんなにいいんですか。ワンちゃんも使えるように写真してる。ワンちゃんも使えないように写真になるかもしれないから。多分使えないよ。使えない。気になっちゃう、いろいろ。ちょっとギャグしちゃった。楽しそう、いい感じ。本当悪いと思うよ。めちゃめちゃ良さそうな気がする。ね、めっちゃいい。やり直してた。スッと空気変えない。皆さん本当にすいませんでした。お、声でか。本当にこれは本当にギャグじゃないですか。本当にすいません。使えるかお前こんなやつ。いや、でもありそうだよ。ギャグじゃないですか。いい感じで。ギャグってことですか。ギャグじゃないですか。言わないから。はい、大丈夫ですか。 OK。 OK です。Okay、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ごめんなさい、すいません。ということでですね、さっき5人の、カット撮ったんですけど、こっから別の雑誌の撮影が入ってて、そっちに向かわなきゃいけなくて、でもゆうたくんがね、まだ撮ってないんですけど、絶大な信頼を置いているので、ゆうたくんを置いていきたいと思います。おう、なんだ。ゆうたくん、この現場一人残りです。あ、全然大丈夫、俺緊張とかしねえし、あの偉い大人にもガツンと言えるし。肩上がっちゃってる。上がってねえから、俺ここね、上げれちゃうんだから。あ、俺こんな勝ってたから、うん、まあ、心細いは否めないけど。でも、ゆうたくんガチ恋してるアフターサイドは大丈夫です。まあ、確かに、ガチ恋だからね。これ、ワンちゃん実る可能性あるぞ。ない、ない、二人きりにした。ない、ない、お前らやったな。ない、先行くぜ。いや、さ、メイク中に楽しそうな話しすぎ。いや、ごめん、今日のメイク中は爆睡してました。いや、してなかった、さっきなんかワッキャしてたよ。まあ、さっきは。どう思う、これ誰だと思うよ。え、何を何か教えてるの。モンさんがいないことは何。いや、親じゃないから。あ、確かに。モンさんじゃないから。いや、ストッパーいないのまずいし。いや、モンさん公認済みね、これ。まあ、じゃあ置いてきますよ。はい。あ、じゃあ置いてきますよね。頑張ってー。ありがとうございます。必要以上に喋んな。ありがとうございます。え、いいよ、一回いい。メンバーもみんないなくなるらしいですよ。やめろ、お前。宅飲みか、お前は。よし、じゃあね。よし、行こう。じゃあ、次の現場行きます。じゃあ、三浦さん、また後で。ごめんね、ありがとう、お疲れ。お疲れ様です。ピンポンパンポン、ここで秘宝です。次の現場に向かうロケバスに置いてかれてしまいました。まあ、こんなこともあるかなと思ったんで、とりあえずじゃあタクシーで向かいます。まあ、一応社長見ちゃうから。社長が置いてくれるってあんま良くないけど。タクシーとして、はい、まあ向かっていきますよ。はじめまして、こんばんは、山田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、遅れてしまって。よろしく。あ、よろしくお願いします。よろしく。よろしくお願いします。本当に山田です。はい、よろしく。ごめんなさい。あ、遅れてるよ、お前。すいません。なめんな。はい。なめんな、お前。マジで、お疲れ様です。ごめんと山田です。ちょっと一個報告があって、ボンさんに。え、ボンさん、ボンさんに。え、ゆうたが、俺らがいないことをいいことに、アスカさんとめちゃくちゃイチャイチャしてる。うわ
最低だな。ボンさんが部屋飯してる時は爆睡なのに、アスカさんの時フルトーク。ぶちかましてな。ぶちかまし。俺らといる時の喋る量で言うと3ヶ月分喋ってる。ガチか。やば。3ヶ月分やばい。これはね、ボンさんに後でガツンって言ってもらわないとダメですよ、多分。言えたしになった。ということでですね、本日あのお仕事を仲介してくださったのがですね、あのかの有名なホテラさんです。はい、あのまあ今日もちょっとね顔出し不可ということなんですけれども、まあ、なんかあのいてくれるみたいです。会いたかったみたいです。でもまあ僕たちも会いたかったんで。こちら本日はですね、別冊フレンドというね、これは何誌になるんですか。少女漫画。僕たち少女漫画から結構無縁のむさ苦しい男たちなんですけど、関東いただけたということですね。気合い入れて撮影をしていきたいと思います。ということで次の撮影があるんですけど、ちょっと合間で、動画をチェックしていくという作業をしています。はっきり言うと結構意識ぶっ飛んじゃってるんですけど今日結構過酷じゃないですか。そうですね、今日やばいですよ、朝からまあまあまあ気合いで乗り切っていく姿なんで見てもらいたいですよね。今日だけでもボンさんが僕の髪型で旧スタイルを作ってくださってます。ありえないです。異次元です。そうですね。もうシャンプーもしないで頑張ってます。いや、これシャンプーしないってことがやばいですね。あっちゃん、これヤマトの頭の匂い嗅いだら死んじゃうんじゃね？いろんなものついてるっていうから。いや、逆にいいんですね。嗅いでみ、嗅げる？嗅いでみ、嗅げる？ミイクしてるから、二人とキスはしないでもらって吸い込まれた口に。めっちゃ柔らかかった。気持ち悪い。ポジティブそれは。マジ気持ち悪い。どんな感想だよね。朝からいるんですけど、明日も一緒ですよ、ね。そうですね。ああやばい。明日も朝から一緒ですから、ね。朝から、ね、昼まで。いやそれ言わないでください。とりあえずもう今日は今日乗り切ることしか考えてません。明日9時半恵比寿です。9時半って言わないで。いや9時恵比寿。9時っていうか9時にスタートです。9時スタート。モンさんダメだ俺。モンさん。確かに。いやでも頑張るしかないよ。完成ですか。はい。大丈夫です。ありがとうございます。はい。お願いします。よし、じゃあここからスーツに着替えます。よし。見たいね。見たとき。非現実的かもしれないな。ちょっとかっこよすぎて。まずいかもしれない。いや、俺完全に読者妄想で爆笑件やな。現場があったかくてよかったですよ、俺。これうちの撮影場所だったら殴られてますからね。ほら、見てよ、あいつの顔。怖すぎ。ぶち切れやん。めちゃくちゃ怖いでしょ。キモすぎだろって言ったのオッケーですか。いや、オッケーですよ。うん、早っ、うん、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、OK。 よし、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとマスターしてこれアップしに行きたいから。了解です。アップ要員ゴーちゃんいます。頼むぞ。ありがとうございます。ということで今日の動画のチェック終わったので、こっから5人のカットを撮って、でその後また個人のカットを撮って、まあ、その後全体のカットを撮って、最後さっきの撮影チームの皆さんともう一回撮影します。ちょっと本当に今日マジ長くない？やばい、今日やばいよ。やばい、頑張ろうな。頑張ろう。明日も8時。明日を言うな。頼む、お前も明日なんだから。明日も。お前の明日のことも言わないから、俺の明日のことも言わないでくれ。明日7時起きなのはお互い言う。半端ないぞ。今日何時間睡眠？40分。俺1時間。言わないでいこう、仲間やん。はい、俺が8時間とか寝てんだったらそれいいけど。まあでもいいっすね、この種を植えてる感が半端なく気持ちいいので、まあ、この種を植えてる感っていうのが一番重要かなって思うので、この後も引き続き撮影していきたいと思います。へえ、ユータエロいな。その声入ってる。今日もユータエロいで。もうタオルをかけたら別にいいじゃん。お久しぶりです。お元気しました。最速でやってきました。お久しぶりさん、これ早かったよ。日焼け止め
ヘボって言われるのと一緒やから。手上げて、いい感じ、いい感じ、うん、あー、ちょっとかっこいい。オッケー、よし、ほい、なんだ、あと3分、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、10人中、サムネ設定するから、プレミア公開して、あ、おぎり、頼む、間に合う、今行ってる、今変更してる、来た来た、555、アップアップ、出ました、よっしゃ、おお、お疲れ様です。すごい、間に合いました。このハードスケジュールで7時半も滑り込んだ。あー、すごい、すいません、ちょっと僕、着付けの方があるので失礼します。そうでした、ヘアの準備しております。忙しすぎる。4日、5日に分けてやること多分1日やってるんですけど、いい意味でアドレナリン出てますよ。もう本当に1時ぐらいの目です。もう今度は帰ってきたぐらいだ。こっからもうパケるしかない。頑張りましょう。今日は頑張ろう。現場あるあるなんですけど、僕のクオリティが高すぎて編集者の皆さんの期待値が上がっちゃうっていう。消そうよ、止めよう、止めよう、止めよう、完全にね、もう OK 多分出てるんだけど、やっぱ期待値、さらなるクオリティを求めさせてしまうポテンシャル、すごい、ありがとう、あ、絶対やばい、ねえから、あ、言えた、はい、ちょけろ、ゆうた、ちょけてみたらどうなんだよ、お前、入れてやろ、入れんだ、虫歯神経まで通ったらしいですよ。もう、じゃあなんでそう舐めたの。いや、一番くらいあるでしょ。目の位置は4センチは下であるんですよ。真ん中、ゆうたちゃん、なっちゃん、角度つけた方がいいじゃん。あっちゃん、めっちゃいいよ、お前ずっとかっこいいわ。お前ずっとかっこいいわ、角度見つけたら完璧っすね。あ、OK、 よっしゃー、お疲れ様です。お疲れ様でした。主将の引退試合のインタビューだけ撮ってみる。まあ最後の1回戦負けだったんですけど、やばすぎだろ。やばすぎだろ、その感じで1回戦負け。主将としてね、周りの1年後たちは勝ち上がってまだ試合をしてるんですけど、やばすぎだろ。先に引退させていただこうかなと思います。やばいやば、ひたすら引退で、このね、自分で染めた黒帯もねまたなんか綺麗にしてね、あの綺麗な体に戻りたいと思います。誰からなの、綺麗やん、綺麗やん、マジで切ってる、切ってる、もう切ってるの、赤いならまだ、色分かんないですか、お前分かんのかい。はい、ということでベストスプレンドの撮影が終わりました。まあなんか普段やらないコスプレだったりとか漫画系のインタビューとかをしてもらって、新しい感じの取り組みだったかなっていうところなんですけど、これで今日の仕事は終わらず、朝方に撮影していたものの続きを今から撮影していきたいと思います。多分日付もあるかな、頑張るしかないね。そうですね、今日長いな、長いですね、乗り切るぞ、はい、よし、じゃあ全体カットかな、はい、OK なんじゃないかっていうぐらいです。いいですよね、一日撮影したと思えないぐらいのビジュアルよ。あ、めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいよね。もう OK。大丈夫ですよね。かっこいい。ですよね。いいと思います。めっちゃかっこいい。あ、ハブペナ、ハブペナ、ハブペナ。ハブペナ。
何枚もありますね。うん、いけました。今日一の写真ぐらいで。じゃあ次行きましょう。お願いします。はい、坊さん。はい。子宮は上げてちゃったみたいな。痛すぎる、痛すぎる、限界と落ち。それで抜けないと下げるぐらい。いい気がするんですけど、いやあのラスト前の2がすごい、ユーマもあっちゃんの顔すごい、いや顔もめっちゃラスト前の2がユーマの時は多分ちょっと渡りできる。あーそれともすごいよ、一応でも渡りできる。ボンさん直す必要ないから、先輩にやることじゃないから。今ボンさんのフード直す必要ないでしょ、ゆうた。集中してるから気づいてなかったんじゃないですか。ボンさんのフード直す、ゆうた。ということで、長い長い一日が終わりました。いや本当にお疲れ様です。お疲れ様でした。さすがに疲れたね。はい、今日は朝の6時から、集合して、現在が夜中の3時ですと。本当にね、しびれる一日というか、僕的には本当に今までのこの YouTube 生活で過去一大変な一日だったなっていう感じで、いやマジで本当によく乗り切ったなと思います。やばかったよね。いやちょっとやばかったです。やばかったよね、途中何回も意識飛んでたし、でもやっぱりその大事な仕事ですから、その顔とかやっぱりしっかりしなきゃいけないからっていうところで、でみんなで撮るカットはみんなで集中力合わせて、まあ、個人のカットはなんとかテンションに乗り切ってみたいなところで、無事一日終えることができました。まあ僕的な本当によく頑張ったなって思う部分は、まあ昨日夜遅くまでやっぱあのフィッティングをしてて、でスタイル組んで、それも無事ね間に合って、
で、なおかつ今日の動画を8時半にアップできたっていうね、これが本当に嬉しかった。なんかやっぱその外務の仕事入ってる時ってその動画をアップできなかったらちょっとやっぱ遅れちゃうわけですよ、いつもアップが。でごめんなさいって視聴者の人にするんですけど、今日はその外務の仕事がありつつもその僕たちが基盤としてやっていくってみんなに宣言してる YouTube の投稿をしっかり8時半にできたっていうのは本当によく頑張ったなっていうふうに思います。でまあここでまあ朗報なんですけれども、明日7時起きで仕事が入っていると。いやもうこんなにね嬉しいことはないですよ。やっぱりね、ほんと何回も俺は言うんだけど、底辺時代のマジで何をしていいか分かんなかった時、マジで仕事がなかった時、マジで売れてない時、この時のなんか感情に比べれば本当にどんなきついスケジュールで乗り切れる。まあ普通だったらもう今日今3時でしょ、明日7時起きで働くって不可能なわけじゃないですか。だってぶっちゃけ睡眠時間なんて2時間とかでしょ今日。これはね別に寝てない自慢とかを視聴者の人にしたいわけじゃなくて、コムドットはこれぐらい気合入ってるぞっていう、コムドットがバーンってこう突き抜けたことで頑張る文化っていうのが YouTube 界に定着したと僕は思ってるんですけど、その時にやっぱ頑張って当たり前みたいになるわけじゃないですか。まあ僕からしたら当たり前なんですよ、夢を叶えるためだから。その中でもコムドットの努力値、これ異常だぞっていうのを、まあ、見せてもいいんじゃないかなっていう。多少こう仲いいクリエイターの方がたくさんいるとはいえ、やっぱ僕は誰にも負けたくないので、なんだろう、ここに来ても一切手を抜かないコムドットっていうのがやっぱかっこいいし、それがやっぱ日本を取ることにつながっていくのかなって思うので、明日も、朝7時から深夜の2時までがっつりねいろんな撮影が入ってるんですけど、こなしていきたいと思います。はい、仕事とかね勉強とか、まあ、受験とか就活とかめちゃくちゃきついっていう感情に今なってる人がいるとしたら、自分の好きなコムドットもこんぐらいかましてるわと、負けてらんねえわっていう気持ちになっていただけたらすごい嬉しいです。とりあえずね帰って寝たいと思います。とても幸せです、本当に。まあ、今頑張れば3時間は寝れるから、この3時間をものにして明日ね乗り切っていきたいと思います。じゃあおやすみなさい。おはようございます。おはようございます。はい、ということで昨日に引き続き今日も密着しておきます。ちょっと今日朝早かったんですけれども、本日は、まあ、僕の個人のモデルの仕事とバードックの撮影がありますと。一応予定なんですけど朝7時から夜中2時までかかると言われております。まあ簡単に説明すると有給の逆です。よくわかんないですよけど、多分有給の逆です。でもやっぱりその自分のやりたかった仕事だったりとか、まず自分たちのブランドのことは今日はできる日なので、まあ、今日は3時間ぐらいがっつり寝たんで、1日ぶちかましていきたいと思います。じゃあね、今からボーンさんのサロンに向かって本当に髪の毛をセットしていただきたいと思います。僕たちがこういう仕事をしている時は、例えばボーンさんだったりとか担当の編集者の方は動いてくれてるっていうことですから、疲れた眠いっていうこともできるんですけど、そういうことばっかじゃなくてやっぱ現場を盛り上げるっていうのが一番重要な役目かなと思ってるんで、今日も明るい現場にできればなっていうふうに思います。じゃあとりあえずサロン向かいます。はい、ということでですね、ボンさんにヘアメイクをしていただきました。今日僕がモデルをやらさせていただくブランドはベルサーチです。はい、ヒューガがねよくセットアップでベルサーチを着てると思うんですけれども、すごいゴージャスでこうラグジュアリー感のあるブランドなんですけど、今回こうモデルのお仕事をいただけたので今から銀座に向かって、写真撮影だったりとかをしていきたいと思います。実は今日僕のめちゃくちゃ仲いい友達が現場に撮影でたまたま被ったんで、まあ、後でちょっとね紹介させていただければなと思います。はい、じゃあちょっと銀座向かっていきます。はい、ということでここから撮影なんですけど、さっき言った僕のモデルの友達がお先にフィッティングしてるらしいんで、ちょっと挨拶だけ行きます。今大丈夫ですか？失礼します。お疲れ様。ということでですね、改めまして本日はヒューガ君と2人でベルサーチェのお仕事です。いい、さっきのでもよかったでしょ。初めてね、めっちゃ緊張してんだから多分。お
ごめん、モード入った。ああ、入れない、そんなモード持ってない、いや、持ってないでしょ。入っちゃうんだよな、ハイブランドの中に入るとモードにいつも通りだ。いや、あの、密着なんで、そんなあんま白敵とかバンバン入る感じで、やめろ。山の中いつもの空気だ。いや、いいよ、いつもの空気ちゃうよ。ダサすぎるよ、ハイブランドの空気を。ハイブ空気は俺さ、結構やってるからさ。初めて？いや、初めてじゃない、ね、結構いろんなところでお仕事させてもらってるけど、ヒューガが初めて、今回。俺、何回目だ？うん、初めて。初めてだね、うん、今日が初めてだ、ね、今日が初めて。多分緊張してるね、バチバチ。まあ今、YouTuber 100% ですね。で、多分こっから 100% も出るんだと思って。この眼光でいいですか？あ、その眼光ダメです、怖い。むきゅって言わないで。まあまあよかったよけど、こういう の、 あの友達いっぱいいて。確かに、うん、まあ今日は2人でということで。確かに、まあ、2人のショットとかもあると思うので、うん、頑張っていきたいと思います。はい、あ、いいです、綺麗です。サムネ撮影以来なんだよ。ゆっくりかな。ゆっくり。バイクに。ありそう。はい。あの恋人から見て顔と違うかもしれない。らしいですね。女性から見るは違う。いや、僕の好きなやつですよ。いる？興味ないんですけど。いるっすね。いや、クラシマさん、適当に喋ってた。ゴータ、クラシマさん、適当にやってます。適当にやってた。また適当にやってた。もう頼みますよ。基本適当だから。これじゃないですか。見て見てください。クラシマさんのお塩じゃ教えてください。本当どうでもいい話だからちょっと話聞かないでほしいんですけど。どうでもいい。誰だもんね。吉田さんの最後。OK かな。そうですね。大丈夫そう。ありがとうございます。はい。めっちゃかっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでベルサーチの撮影終わりました。どうでした？いや、まあスムーズな。やっぱ人たちですね。いや、ほんとそうだ。ほんとに疲れなくいい写真を撮ってくれる人たちですね。うん、まあ、ひわくん、あの、人生初めてのお仕事ということです。結構回数重ねてるからね。まあそれももう無理あるとこまで来ちゃってるし、びっくりしたな。まあ緊張もめちゃめちゃしてたし、ね、ベルサーチはこんな感じか。こういう業界についに2人で行くかみたいな。確かに。いや、これ結構来るとこまで来たんじゃない？だって遊びに行く感覚にやっぱ似てたもんけど。まあそう、うん、やっぱ仕事は仕事だけど仕事っぽくないから。まあそうだ、写真を撮るっていうことは友達といるし、ね、何がすごいってコウタがやっぱ失礼の範囲をどんどん広げてる。キューブが失礼できない分コウタが100万失礼をかましてたから。してたね。何なんだろうコウタのあの失礼度。あ、でもコウタも最初はやっぱヒューガぐらいこうちゃんとしてって、うん、まあ、徐々に回り詰めていってみたいな感じ。まあけどなんか俺もね、見えたよ。うん、見えたし、うん、あれもう終盤にはピアスもらえそうな雰囲気にもなってた。あ、なってましたね。あとね、2回ぐらいあの雰囲気を味わえば、なんか1個もらって帰れそう。まあそうだね、あんま言わない方がいいんだけど。ね、そうとかって感じだったけどね、柔らかい感じだったから結構、うん、飯もうまかったし。あ、そっか、飯食いった。飯食いたいんだよ。食いましたよ、カキフライ。あー、そっかそっか。言ってた、あのダイエットしてたから。そう、ここに持ってきた。だからこの精神はやっぱ裏田にもあるよ。いや、そうだね、けどまあちょっと頑張ればいいだけだからね、2週間とか。まあ浦田そのちょっと頑張れないから。まあけどきついよ、あの、みんな食うから。ああ、まあそうだ。俺が一人で活動して一人でダイエットしてんのってまださ、うん、めちゃくちゃ横で唐揚げとか、うん、カツ丼とか食われながら納豆すすってるみたいなのは、うん、やっぱきつい。確かにきついだね。この間ゆうまとカツ屋さん食べに行って、普通にカツ1枚頼むよ。で、俺が一緒にホタテ頼んだ。じゃあ僕もそれもらいます、じゃあ注文以上でって言って、まあちょっとこう店員さんがパッて言ってるところで、すいません、やっぱカキフライもください。
ゆうまはダイエット仲間で宇佐美さんの部分されたチキンを買ってみましたって言いながら夜中編集2人でしてると思ったら横でめちゃくちゃ米食べてる俺がそのサラダとかをやってる中本当にすごいです。そうだ、浦田さんにもちょっとその精神を植え付けないと、うん、まあ、こういう仕事来ないですよと。まあ、でもこっからちょっとあのバードくんの撮影が3本入ってるんで、はい、最初の撮影は日向くん待機なんで、うん、ちょっとあの編集、はい、進めておきます。 BGM あって僕ちょっとそっちの方行く、うん、で、2本目の撮影が俺と日向だったから、はい、じゃあそこで合流ということ。はい、じゃあ僕はちょっとあっちの撮影を見ていきます。はい、ということで、はい、ということでね、ベルサーチの仕事が終わったので、まあ、これからは僕たちのブランド、バードックの、写真撮影ということで、実はですね、うちのバードックのこのディレクションチーム、まあ、ある男が加わってくれまして、まあ、ちょっと今日来ていただいてるんで、登場していただきたいと思います。青木さんです。こんにちは、バードック、クリエイティブディレクター、青木亮でーす。ハンゴーバーズの代表取締役なんですけど、うちもこのバードック、4月に始めたんで、もうちょっと2年目になるわけじゃないですか。その時にもっとやっぱブランドとして勢力を上げていきたいなっていうところでディレクションの統括を、まあ、青木さんにしていただくと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高校からの友達ということで今日はしっかりお仕事をしていきたいと思います。頑張ります。次はめっちゃ感じです、はあ、よろしくお願いします。なんか、はい、コメントとかあれば。まあいつも通りやるから見てて、はい、今日モデルさんなんでちょっとあんまり喋らないっぽいんで。いつも通りはいいでしょ。あ、いつも通りで大丈夫です。よろしくね。はい、お願いします。よろしくお願いします。あいつ気難しいな、マジでありがとう。ぶん殴ろうと思う。あ、お前そこちょっと顔ふざけちゃったね。大丈夫、青木さん、これ顔大丈夫？あ、顔ダメだね。ダメだって。いや、あの、ダメとかないんで。あ、ちょっと待って。誰だ？あ、俺、ディレクターだから今日よろしくね。いや、棒読みがすぎるやん。撮影受け取りに来たんでしょ。はい、黙って見とけ。はい、すいません。あてや、はい、ちょっとあの、ゆうた口ふざけてたら口ふざけちゃってますって言ってあげて。あの、口ふざけちゃう病気だから。これカエル病って呼ばれてんだけど、どんどんカエルっぽくなってっちゃうから口。あ、口ふざけてます。ゆうた、手いらないな。え、マジいらん。ちょっと行ってる。行きます。全然ダメだ。それでゆうたさん進まないんで、ゆうたさんカメラ、これサービス精神旺盛なのは分かるんですけど、普段やんないんで、そういうの。これ結局ついたんだけど。めちゃめちゃ甘い。めちゃめちゃマスオザやん、これ。これ結局ついた。ゆうたさん、使いやすください。はい。一回すごい。帰ろ、お願いします。あ、いいっすね。あ、いいっすね。いいわけないだろ。OK です。お願いします。はい、次のモデルさん入れるから何歳行こう。あ、いるんですか。僕だけじゃないですか。いる、うん、あ、あれ、あ、ブッキングだ、対バンだ。対バン、まあまあ、ブッキングだ、対バンだ、まあ、ダブルブッキングだ。セカンドモデル、アミギリさんです。お願いします。お願いします。もう結構慣れてますもんね、撮影とか。うん、慣れたよ。え、これ何の撮影かかってる。社長道具です。おお、2日連続寝れましたか。寝ました。はい、よかった。じゃあバッチリだ。今日は気合十分。今日はじゃない、今日も気合十分。長い話待たしてるから、みんな。すいません、すいません、すいません、すいません。そんなにない、そんなにない、そんなにない。焦ってる。やばい。あ、見てるから、こういうの。うわー、怖い。よろしくお願いします。よろしくね。そう、ディレクターだから。はい、やります。撮影よろしくお願いします。お願いします。今のこれとかいい、寄りがいい。よかった。寄りの時計らしい、もう一回欲しいかなって思った。今日、あとキックスと色を合わせてるから、今日スタイリングいいです。引き、そうね、引きの全身坂で撮ればいい感じに撮れる。ちょっと手困ってる。縦入れる。ちょっとだから、まあ、例えばこんな感じでさ、こうちょっとこういう感じであれかも。あ、後ろ向きにあれしましょうか。後ろ向きにこういう、なんか、うん、そう、こっちの方がやりたい。もっと足引いて、前には、前に投げ出し、もっともっと、うん、顔やばい、顔やばいってやばいな。指示やばい、顔やばい、やばい。いけたかな。グッツ、あ、もうあります、あります。オッケーオッケー。
はやちゃんぷん、ありがとうございます。お疲れ様でした。グッディでした。ということで3人目のモデルは僕の妹のセイラさんです。お願いします。お願いします。お願いします。あのちょっとこの現場男多いから気をつけてほしい。全員彼女いないよ。うわ、彼女いない代表松浦が来た。松浦彼女できた？聞いてない。あくん来る。できてない。できてないよ。もうちょっと嫌なんだけど、そのうちのさ、このディレクションチームがさ、女性方面でザっぽい。一番星拾いたいだけだから。あいつに一番気をつけてください。はい、ボン通るよ。ボンじゃねえ、電車で。いいね。撮影お願いします。お願いします。グッティしてきてる。グッティですね。行きました。グッティですね。いい感じ。見た自分で。うん、もうありますね。オッケー、オッケーだ、いける。はい、ということでですね、一現場目が終わったので今次の現場に移動してるんですけど、その間に今日の動画のチェックを済ませたいと思います。で、昨日はね8時半間に合わせられたんで、今日も8時半を間に合わせたいと、その一心ですね。いるメンバーとスタッフでちょっと協力してあげますか。はい、はい、オッケー。はい、ということで今撮影の2部なんですけど、今回このパノプティコンパーカーの撮影をしていきたいと思います。今回のモデルが僕とヒューガくんなんで、まあ、サクッと撮っていきたいと思います。あ、ちょっとあれ大丈夫？ちょっとふざけてる。ヒューガ、バードくんの撮影だから、あのこの後の撮影ではなく、そのカエルくんじゃなくてヒューガがやるとマングースくんになっちゃうから、俺のやつ見てください。いや、早いよこの撮影。みんな帰ろう。帰ろう、おかしい。みんなで見とけ。ライトが帰ろう。指示やるけど適当に。はい、サンキュー。ちょっとチェックします。今日はもう一緒に行く。オッケー、ちょっと何入れます。何入れます。チェックしろ。あ、俺に一気にしてんじゃん。ちょっとチェックしますって言ってたから、ちょっと何入れますって言ってたから。仕事みたいにしてもら。響きだけだったら仕事っぽかったし。もう一回さ、拙者だけ撮ってもらってもいい？ヒューが一歩してていいよ。完璧。はい、オッケー。早い。よし。はい、ということでね、バードック撮影の第3部の場所に到着しました。今日の第3部の撮影場所は屋上なんですけれども、僕たちのこのバードックで作ったスタジャンの撮影をしていきたいと思います。バードックでスタジャン初めて作ったんですけど、結構3、4ヶ月前からずっとこだわっていろいろ修正してやっと完成したので、これがトロかな、しっかり入ってて、後ろに僕たちの生まれ年、まあ、1999年のやつもいるんですけど、僕たちの生まれ年の1998年が入っているということで、まあ裏方も含めチームで着る服がなんか一個あったらかっこいいねっていうことで、なんか例えばどっか遠征行く時に全員でこういう感じで歩いてたらめちゃくちゃいいんじゃないかっていうことで、数ヶ月かけて作ったスタジャンがやっと完成したので、今日はその撮影をしていきたいと思います。ということでね、まあ一人目のモデルの方が到着してるんで、ちょっと行きます。俳優の佐藤優太さんです。よろしくお願いします。お前さ、はい、見えてたけどすごい撮ってるの、はい、今来たみたいにしたら30分前ぐらいからやってるから。何やお前、ちょっと1分僕たちにくださいっつって、お前その回し始めて邪魔してんだよこっちの撮影。ちょっとお前そりゃ嫌いだ。カルテルやぞこっちは。はい、これですね、カルテル。ここにカルテルって入ってるんですけど、これ見覚えないですかね。ファンの人だったらワンチャンわかるかもしれない。これわかるかな。わかんないかな。これ僕がもともと持ってるスタジャンのリメイク版なんですけど、
自分の親父が大学のサークルの時に幹部だけで作ったこのスタジャンがあって、それを僕がお下がりでもらってて、それを今回リメイクして作ったっていう感じですね。まあ、なんでここに1998年僕たちの生まれ年が入ってるわけなんですけど、だる99年俺は？マジ言ってんの？だるアムギリいない？アムギリいない、いない、今いない。くそ、多数決だよ、多数決。アムだる、お前マジやったな。99も作れよ、絶対ウサギで作れ。りょうさん、これデザインにウサギ全く落とし込めてないよね。ウサギは全く落とし込めてないよ。じゃあお前ら3人の服やん。じゃあ確かに、は、違う98だし、虎だし、俺らに歩み寄ったかい一歩でも。いや、寄ったよ。どこが歩み寄ってんの？バードックの B、 ユータの D じゃん。何がユータの D だ。俺に D 要素ないよ。いや、ディープキスのユータって。あ、ダイナマイトのユータって。あ、そんなこと言ってない。ダイナマイトユータって。お前どけよ早く、やってんだよ撮影。おお、おっと、80スコットユウナ、30スコットお願いします。かっこいいんじゃない？ YouTuber でこんなかっこいいチームスタジアム持ってるチームいないでしょ。後悔してるよ今さらながら。広告つかなくなるのか、歌うの。え、歌うますぎて広告つかないってこと言うた。そうそう。え、そうそうって嵐の。足買いましょう。足あった、足あった。あ、いいね、その感じよかったよ。指示出したらオフショットじゃないやろ。はぁ、あ、やめてやめて、外に。お前何貸し切ってきたで。あ、いいね、それいいね。キョロキョロ。はい、あ、すごい。これはムービーの撮影です。はい、はい、もう一回。いいね、今のいいよ。で、あっち向くみたいな。いいね。もう一回今の動きもらっていいですか？一連の動き。あ、それじゃない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 。それを後ろにそう下げるみたいな。あ、いいね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 。もっと後ろに引っ張っちゃう、後ろに引っ張って。ユータ、見て。見て。見ててやばい。ユータ、見て。はいはい。大丈夫よ。見っつて。はいよ。シャッターのためにかっこいいって言え。言え。言えだ。言える。オーラみたいな。立ってもらって、ちょっと上に歩いて。歩きまーす。はい。で、こっち若干見つつ。言えた。はい。見っつて。はい。ちょっと待って、中断で。ゆうたが見てない。動画宣伝でさせろや。仕事中でした。うわ、あいつ何も言えなくなっちゃって。困ってる、困ってる。指でかわいそう。話しよう。 Thank you, thank you, thank you. Thank you, all my friends. Thank you very much. 歩いて、まあバラバラでもいいんで、まあこっちにちょっとオラオラ若干ありの、はい、かっこよく。はい、おー、スタート。はい、オッケー。 Thank you, thank you, all my friends. あ、じゃあそれでもうちょっと撮ります。はい。あっちゃん帰る顔してみて。やばくないこれ。やろうとしてなさすぎだろ。じゃあユータ本家見して一回。かわいい、かわいい、超かわいい、このユータ。ひびやと思う。あー、でもキンクルーの口みたい。近いぐんじゃん。結構面白い。あ、結構面白い。ユーモア。おいおいおい、触れよ俺にも。俺のプレーを変える顔。お前、顎伸ばすだけじゃない。いや、顎伸ばすだけじゃない。お前、マジやってくれ。いや、やるやるやる。やるがやって。ほら。顎伸ばすだけ。顎伸ばすだけ。お前みたいなやつだ。お前、3人。
Good day! 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 すいません、これ見てもらえば分かると思うんですけど、これイノシシのうんこがついてます。バカが多分この近くにイノシシがうんこをした後にどっか行きましたんで、行かねえ、ここにいるわ、まあ、引っ越した近くにいますね。ダーン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 。このボッサルみたいな煽り方、こいつうぜえな、こいつ 山にいる猿みたいな。俺に脅しも聞くと思うの。いや、もう食いてない。俺に脅し音聞くと思うのよ。引く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 、じゃあ引く、ドーン、ドン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 、チャン騒ぎ、ドーン、ドン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 タン、草が臭すぎる。一日家にいて多分最後の最後歯磨いてしてない。人間のニュース。ドンタウンのタが臭すぎた。はい、どけゴミでら、どけちょっとどけ。え、ジャンプの勝った。ほう、ガチドキだ。こういうのはどう？みたいな。ユータだったね。自分でできなくてショックだったんだろうな、今。なんでそんなことができるんだろう。いや、超怖い。同じ人間じゃなかったっけか。それと、今のやつと、もう笑っちゃってんじゃん、自分から立ち上がる。ゆうたが最後飛んだら切るわ。電車で行きます行きます。3、2、1。じゃあ3枚しかないからね。ここで2枚、上で2枚で3、2、1。オッケー、終わりです。オールアップでーす。お疲れー、お疲れー、お疲れー。ボンさん、ボンさん、ちょっと焼き写してもらってもいいですか。あの、出てくる。え、今かな今だったのかなぁ、ウラちゃん。そうですね、盛り上がった時に。はい、ということでおはようございます。まあ今日はちょっとめちゃくちゃ早起きだったんですけど、今からまずは雑誌の撮影に向かいたいと思います。今回僕が掲載してもらう雑誌がコモンズ&センスっていう雑誌で、日本の雑誌なんですけど海外でも売られるぐらいめちゃくちゃすごい雑誌で、僕も何回か買ったことがある雑誌なんですけど、まあその雑誌に今回ね掲載していただけるということで、めちゃくちゃ朝早いんですけど、はい、気合入れて向かっていくということです。まあ、それこそ最近こういうハイファッション系の仕事がだんだん増えてきて、以前イヴ・サンローランボーテのイベントにこう呼んでいただいたりとかして、でまあ最近だとセリーヌのポップアップに呼んでいただいたりして、自分の中でも思い通りにって言ったらちょっとあれですけど、自分の中ではやりたかったような仕事が結構できてるっていう中で、いろんな雑誌に呼んでいただけるようになったりとか、いろんなブランドにこう呼んでいただけるようになって、めちゃくちゃ嬉しいです。でも朝早いです。はい、朝早いとね目が開かないんだよ。本日もマネージャー陣フル稼働ということで、普段は、ね、裏方の編集長をやってくれてる龍馬くんがカメラマンをやる緊急事態ですね。はい、やっていきたいと思います。はい、まあこっからとりあえずモデルの撮影をして、その後、まあ、着替えて講談社の方に向かっていきたいと思います。今日はね、まあ、僕のね仮面をこうパパって、ね、付け替えると見ていただければなと思います。それでは向かっていきます。はい、ということでですね、講談社の地下駐車場に着きましたと。ここでね小寺さんと落ち合う予定になっているので、まずは小寺さんの顔を見て安心したいということで。いたー、小寺さん。お疲れ様です。大丈夫ですか、清掃。素晴らしい。これ回して入って大丈夫なんですか。大丈夫です。すごい。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。立って待ってた。失礼します。よろしくお願いします。本日はお時間に作っていただいてありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、あのこの歴史あるとともに一番に応用しました。ありがとうございます。どうぞどうぞお聞きください。すいません、改めて本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうござい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 ます。こちら編集長の、そうですね、大変大きな売り上げを、いやいや、でもない、マンタクロさんと出してくれて本当にありがたかった。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。私のからも選手の販売のみならずビビリも出ていただいて、現在 の写真集、はい、おかげさまで30万部、はい、しっかり出させておりまして、はい、順調に売れております。写真集っていうのはですね、大体初速勝負1ヶ月例えばですね、一定のファンっていうのがもう消化してしまうんで、はい、止まってしまうんですね。コムドットさんの場合はまだ週末ごとに売れてってるんです。だからおそらくなんですけど、客層というのが全国の中学生高校生だと思うんです。普通の写真集とかですね、そういうところっていうのは、例えば街のですね、ちびやつた屋さんですとか紀伊国屋さんですとか、大きなターミナルの大きなお店で多分そこだとあるからって、ね、見に買いに行くんです。ところがコムドットさんの場合はミライヤさんというですね、イオンですとかそういったところに入っている書店でみんな買っているんですね。はい、家族と一緒に、家族と一緒に買いに行っている。で、地域的にも東京ですとか大阪、それから福岡とかですね、人口比だけではなくて北関東ですとか東北ですとか、まあ、そういったところでもまんべんなく売れてまして、どんどん広がってるんだなっていうふうに意識しています。はい、いまだにもう週末ごとに売れていくっていうことを考えると、非常に手応えを感じますので、300万人で30万部、400万部になったら50万部いけるんじゃないの。確かにそうです、はい、500万人になったら50万部でいけるんじゃないの。やっぱりそれが一つの大きな認知経済だと思うんですね。はい、ですので新しいお客さんをどんどん開拓していただけるっていう意味で、はい、非常に手応えを感じます。魅力的なものですかね、私たちの思い出を取ったのと、新規の視聴者の方がこう新しくファンになっていただいて、そのタイミングで写真集があるというか、どれだけこうなんですか、自分の好きなことに没頭する機会を得れるかというところで言うと、やっぱりその写真集っていう存在すごい大きいと思うので、僕たちとしてもすごいありがたい。この写真集は間違いなく講談社の写真集の中ではナンバーワンの写真集ですし、男性写真集に限っていえば恐らく2010年以降は日本一だと思います。めちゃめちゃかっこいいですね。今からですね、僕初めて実物というかリアルに、顔がちっちゃいですね。素人みたいな。いや、大丈夫ですか。いや、僕みたいなファン結構ね、どんどん広がってると思う。実物見たことない人がまだ大半ですもんね。そうですね、やっぱり見ちゃったら大変なことなんちゃう。リアルイベントとかやってきてないので、ね、それこそなんかイベントみたいな話も出てたんですけど、ちょっとコロナどうなんかというところでやりたいですね、リアルイベント。なんか YouTube の企画と絡めたら、はい、面白そうだなっていう企画が何個かあって、どう考えるかだと思うんですけど、例えばコムドットのことを知っていてまだ買ってない人に向けてリーチをするのか、このトレイスを発売して以降にファンになっていただいたか、はい、あれは285万人の時に発売したんで、そこからもう45万人増えてるんですよ。はい、そこの人たちっていうのは若干こうトレイスに対する認識が薄いと僕の中で思っていて、だからこそ多分ここで大きな宣伝をするか、広告を打ちたいなっていうふうに僕の方で思っていて、まあ、自分たちの動画で出すっていうのがすごい大きな宣伝になるなっていうのは思ってるんですけど、世間を巻き込んだこの話題性っていうものが、まあ、新しい視聴者の方も含めこの国民中を巻き込んでしまうようなニュースいうのが、まあ、ここでのさらに10万部重版っていうのを僕は今日お願いしたくてここに来てるんですけど、そのニュースが出た時に YouTube 界だけではなくて芸能界とかも巻き込んで自分たちが突出するわけじゃないですか。多分それって前代未聞かつ他の人が多分成し得ないことだと思うので、本当に大きな反響を生むと思うんですよ。でその
反響を生むこと自体が一番の広告宣伝になるというか、自分たちも YouTube の動画ではその YouTube を見に来た人にしかリリースすることができないんですけど、 YouTuber が今までのその男性グループだったりとか男性のタレントのランキングを抜いて1位になったっていうニュースはコムドットのことを知らない人のところまで届くと思うんですよ。その話題性っていうのが一番の広告宣伝になるなっていうふうに僕は思っているので、本日はそこの部分かけていただけないかということでお邪魔させていただいてるんですけど、まあ、多分その事情とかいろいろあって、まあ、難しかったり何かいろいろ考えなきゃいけない部分もあると思うんですけど、僕としては売り切る自信があるというか、皆様に後悔させない自信があるので、ぜひとも40万円過ぎたいっていう今日の僕のできた話なんですけど、ちょっと臭い言葉になってしまうんですけど、僕たちにこうかけていただきたいというか、この先僕たちを超えるグループは出てこないと思うんですよ。それぐらいの自信がありますし、ここからさらに進化していくつもりでいますので、この写真集、このトレースっていう写真集を伝説にしたいんですよ。例えばまあ YouTuber の人が写真集を作ったとしても、絶対に抜けない記録というか、絶対にその人たちじゃ作り得ない現象を作りたくて、僕の印象だと出版業界が衰退してきているみたいなイメージがすごいあってっていうのは失礼かもしれないんですけど、なんか紙じゃなくてもう携帯でスマホでみたいな時代が来てたと思うんですけど、僕はどちらかというとアナログなので、まあ、メモもこう手書きで取りますし、 Kindle で読むというよりはこう紙で読みたいタイプなので、そういう部分でやっぱ写真集を手に取っていただくっていうことにすごい僕は意味があるなと思ってて、だからこそここでこの歴史の変わり目というか時代の変わり目で大きな記録を作ることに意味があるなっていうふうに思うのと、それを作るにふさわしいグループだなっていうふうに自分たちのことを思うので、なんとか重視していただけないかなっていうお願いを今日しに来たんですけど、まあ、そこら辺いろいろちょっと専門的な話も含めて聞かさせていただければすごいありがたいんですけど、出版というのはですね、0から1を作り出す、まあ、原稿を書いて写真を撮って編集をして作り出すところまでは非常に時間がかかるんです、はい、まあ、多分今回の写真集も何ヶ月も編集して写真選びも全部やられて大変だったと思うんです、はい、一度できてしまうと印刷っていうのは紙にインクで吸ってそれを閉じてルームのが本なわけですよ、はい、出来上がるのに3週間でできるんです、はい、毎日毎日動画も更新していただけるし、情報も更新していただけるし、どん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 毎日毎日走っていただいていると思うんです。その走っていく速度と同じように重版っていうのはかけていけるんです。ですから例えば一気に30万部とか40万部とか作らなくても、今週売れました1万部、じゃあ今週のランニングでこんなことになりました、また2万部いきましょう、カンコレでこんなことがニュースになりましたやりましょう、それから例えば渋谷の全書店でサイン会やりましたと、でそれで話題になりました、また2万部っていうふうに、どん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 皆さんが行動されるたびに順番に重版していくっていうことができると思うんです、はいはい、ですからその10万部一気にボンってするっていうのはできなくはないというと、ね、しないんですけれども、はいはい、そんなことしたら会社は認めないんで、はいはい、しないできないんですけれども、目標として半年後に10万部を到達したいですと、そういったことを一緒に歩いていければなというふうに、10万部いきなりドンっていうよりは1万部を10回とか2万部を5回とか、一つなぜかというと10万部作りました、じゃあその10万部をじゃあどういうふうに市場に投入するかっていう話になると、いや売れてるお店と売れてないお店があって、はい、あ売れてるお店に投入したいんですけど売れてないお店の在庫は、まあ、そのままだったりすると、やっぱり市中在庫って我々言ってるんですけど、今30万部作りましたけど実際のところ在庫とかまだ市場にまだ売れてない部数が何万部かあってっていうようなところからすると、まあ、40万部、50万部目指せるとは思ってるんですけども、はい、我々として先ほど山さんがおっしゃったように作戦をきちんと立てて、どういった宣伝展開、どういうパブリシティとかっていうことを徐々に築き上げていって、我々一緒になって練っていって、はい、40万部、50万部を目指していければなという。なるほど。重版は全然かけるっていうことに関して、その作戦次第でその部数も2万部なのか5万部なのか10万部なのかって、その作戦の規模によって大きさを変えてっていうふうに考えていけるかと思います。そうですね、僕が例えばムーブメントがあるたびに1万部なんかあるたびに2万部っていうのは多分業界的にもすごいことですよ、1万部をじゃあもう1万部の写真集っていうのもないぐらいですから、まあ、普通の写真集、我々が今手がけた写真集っていうのは初版が1万ないわけですから、もうそこに新しいファンがいるんだけど1万部しか作らないです。もうだからすでに30万人に手に渡った本をさらに1万部重版っていうのは結構な量なんですよ、はい、
それでもやっぱり、まあ、1万部ずつでもかけていけるというふうに思いますから、ただそこが、はい、多分、僕が知らないからこそ今とても失礼な発言をしてしまうので、失礼さとかは従来のやり方に当てはまりたくないっていうのが一つあって、例えば従来のタレントさん、芸能人さんとかたくさんいらっしゃったと思うんですけど、その方々の人気をはるかに超える人気を僕たちは持ってるっていう今自負を僕は持っているんですけど、まあ、その理由としてやっぱり僕たちの一番のチームのパワーっていうのがムーブメントを作って周りを巻き込む力なんです。これっていうのは実際体感してみないとなんだそれっていう感じだと思うんですけど、やっぱその社会現象にするっていうのが僕の中で物を売ったりとか有名になったりとか数字を増やすっていう上では一番有効な戦略だと思っていて、ムーブメントを作るっていうものにはどんな作戦も太刀打ちできないっていうふうに思ってて、ムーブメントを例えば1個作ると核となる部分に人が集まってるんで、どん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 人が集まってくるんですよ。日本の男性でトップですっていう肩書きをつけるんで、なるとムーブメントの核がめちゃくちゃ大きくなるんですよ。それってとんでもないパンチ力を持ってると僕は思っていて、そこにかけていただきたいというか、いろんなその経験とかもあってもちろんこう安心していただいてると思うんですけど、逆に僕は今この新しい時代で積んできた経験があって、その経験上ムーブメントが生み出すパワーっていうものの破壊力、これ本当に凄まじいものだと思っていて、それをそのムーブメントを作るのが日本一うまい集団だというのを僕たちは思っているので、作戦を練らなきゃいけないのはもちろんですし、無鉄砲にこう僕たちにかけてくださいって言ってるわけではなくて、もちろん YouTube だったりとか、まあ、僕たちが使える SNS だったりとか、まあ、ファンの方々にお願いし協力してもらうことだったりとかも含めて、とんでもないパワーを出せるというか、この人のファン以外の国民中を巻き込んでムーブメントを作っていくっていうイメージで、40万部が目標じゃなくてドーンと10万投入することで50万部、60万部、なんなら100万部、宮沢りえちゃんあれを越しちゃう、サンタフェを越しちゃうぞと、はい、要するですよね。そうですね、それ検討するしかないですそうなんですよね。圧倒的に突き抜けるためにはどこかでベッドする必要があって、ちっちゃな波紋じゃしょうがなくて、でっかいのを落とし込んだ時の波紋の方がでかくて、そうですね、うん、それを落とし込むパワーが僕たちにはあるので、でそこに関しての質問でしたら何でも僕はお答えできるので、残念ながら俺たちコムドットに入れないもんね入らないくらいっていうのが6人なんですかそうですね日々ね、体感してらっしゃるから言えることはだと思うし、おっしゃるということは非常に分かるので、まあ、その中でも、まあ、今日この場で、じゃあ行きましょうっていう、はい、本当は言いたいところなんですけど、なかなかやっぱり我々もさっきも上がって言えない部分、社長じゃないんで社長で起訴すればね、社長ですか、社長ですか、ね、社長ですか、社長ですか、そういう意味では前向きにちょっと承って、はい、まあ、先ほどの話で、まあ、その作戦というお話っていうのはやっぱり一緒にやっぱり40万50万を目指していきたいという思いは変わらないと思うので、まあ、今日のところで、まあ、本当に前向きに承った上でちょっと我々の方でも作戦を練って、またあのムドトさんにもアイデア頂戴しながら一緒に検討できればなというところです。あの、まあ、我々はメーカーなわけですね、はい、実際に売ってるのはもう書店なわけです、はい、ビビのですね、はい、1月号があっという間に完売してしまったと、はい、というのはこれは書店員さんも見てるんですよね、はい、で初日で完売してったっていうのはみんなの予約だけでも完売してるっていうのは認識していただいてると、はい、コムドットさんの力は全国の書店員さんにある程度伝わり始めてると、はい、と私も認識してます。で、写真集もしっかりと売れているということで、書店員さんは力のあるグループなんだということは認識いただいていると思います、はい、ただまだですね、例えばスポーツ新聞を見るそうですとか、はい、本好きの人はある程度限られているんです、はい、いつも本を読まない人が買い始めて40万部、50万部、60万部と100万部っていうのは生まれていくんだと思うんです、はい、映画は見るけど本を読まない人ですとかです、そういった人が非常に面白かったからやっぱこの原作本もっていうのに100万部売れていくわけです、そういう売れ方をするのが本だと思うんです、はい、ですから、コムドットさんの写真集というのもあの確かにおっしゃる通り事件を起こしてスポーツ新聞に載って変な意味の事件じゃないですよ、はい、あの例えば渋谷ジャックをして、いろんな波紋を巻き起こしていくことによって本を普段読まない人、その人たちを書店に連れてきて実際買わせてっていうことが大事だと思ってます。今お話をお伺いしている段階で、はい、
僕に、まあ、できることというか、はい、まあ、1点目がその書店にどれだけこうなんですか認知されてるかっていうところに関しては、まあ、僕たちもやっぱ自分たちのなんですかブースっていうか他の出版物もありますから、なんかこうコムドットコーナーみたいな作っていただくことが最近多いんですけども、そういうところに実際足を運んでサインをさせていただく、そのサインをさせていただくっていう行為を、まあ、うちメンバーが5人いるので、まあ、いろんなところにこうランダムでこう散らばっていったりして書店さんに顔を出していくことでドブ板営業ですけど、僕はそういうのは得意なので、はい、初心に帰ってやっぱこう何ですか、ね、書店にサインをしに行くだったりとかっていうのをやっていく覚悟はありますし、やっぱ30万部っていう数字に満足していないからこそそういうことは泥臭くやる自信がありますし、少なくともファンの人からしたら自分の家の近くに書店があってそこに自分たちの好きなコムドットが来たらある程度聖地化というか、そこの書店に足を運んでくださる普段本を読まないファンの方がめちゃくちゃ増えると思ってて、そういうのって多分出版業界で行っても大きくプラスだし、多分その書店さんはとても嬉しいことだと思うので、それを一個のムーブメントにすることができる理由として僕たちは YouTube チャンネルなので、その YouTube でいろんな各地を回ってるっていう様子を放送することで、ここは私に近い、高齢地から近いみたいなことでだんだん人がその書店に集まるっていうことでムーブメントを起こすことができるんですよ。多分それって僕たちに影響力がなかったりとか、ファンの人が全然僕たちに興味がなかったら一方的に発信して受け取りっていうのも別に行かなくていいな、で化学反応が起きない、ただ僕たちはファンの方とこう信頼関係を築いている自信があるので、ここでの化学反応が起こるっていうのは現代ならではというか、デジタルの世界なんですけど逆にこうドブ板でやっていくことでそういう反応をことができますし、今僕たち3月5日に関西コレクションに出演させていただくんですけど、ここで一番いいステージを実はもらっていまして、他の方々もこう出演者で一緒にこうステージ出てきてで、まあ、まとめていけるっていう形なんですけど、僕たち一枠スペシャルステージっていうのをもらっていて、まあ、それも説得してスペシャルステージを設けていただいたんですけど、その時に重大発表をしてくれるっていう一個言われていて、まあ、僕はこのトレイスに関する重大発表を何かしたいなと思って、まあ、まだその枠を開けていて、関西コレクションでやっぱいろんなメディアが入ってるわけじゃないですか。例えばテレビ番組の取材とかも僕たちについていますし、コムドットのこの YouTube チャンネルで何々ですっていうよりも多くの人が注目するわけです。コムドットの視聴者もそうですし、この関西コレクションに注目している人、まあ、大人だったりとかそれこそ業界の方もたくさんいると思うんですけど、そこでまあ何か大きい発表ができるっていうのは、まあ、これはなんか僕としては逃したくないチャンスというか、大きなムーブメントを作る起爆剤をぶち込む絶好のタイミングだなっていうふうに僕は思っているので、重大発表っていうのは上手に使いたいなっていうのはあるので、それまでになんか何かを決めてくださいっていうのは多分無理だと思うんですけど、いやだから本当に渋谷伝屋さんに私頼みますんで、はい、サイン書かせに行かせてくださいっていう、はい、アポ取ってもいいですか。そうですね、お願いします。そこ の動画を撮らせてくださいというふうにちょっとお願いをしています、はい、お金とか利益とかそういうことを一回考えないで、やっぱワクワクだけで話させていただいて、ちょっと噛み合ってない部分もあるかもしれない、そういうワクワクっていう部分にやっぱ僕は一番こう魅力を感じてこの仕事をやっている、面白いなこいつ面白いなこのグループと思った時に何かこう見ていただける部分があれば、こう YouTube 活動以外のことですけど全力でやらせていただいて、ちょっと理解していただければ気持ち悪い。では僕ぜひ一緒に40万50万部は本当に目指していきたいと思ってますし、そのためには本当にお互い協力して知恵を出し合ってですね、いろんな、まあ、先ほど山本さんもおっしゃったみたいなイベント的なものとか、はい、まあ、あと宣伝施策とかも含めて、まあ、いろいろ組み合わせていかないとなかなか10万部ドンってなかなかいかないと思うので、はい、これはいくつか作戦を立ててやっていく必要があるかなと思います。確かにね、たぶんそのさんがでもこんな熱い語り口珍しいからまた人のね言ってますね。いや本当にでもそういう意味ではさっきおっしゃってるように町の本屋さんっていうのは面白いっちゃ面白いですよね。私我々もやっぱり失敗して町の本屋さんを応援したいので、はい、でもなんせやる気がちょっと違いない回しで回ってやろうっていうなんでなんですかね。なんかこの写真集に対して多分思い入れがすごいあるから、他の人たちが出版しても抜けない伝説の写真集にして色褪せさせたくないっていう多分一番強い思いで取り上げようとしてるんですけど、ドット以外の人を巻き込むやっぱりムーブメントが何かしら必要だ
そういうことを一緒に進めさせていただければ。作戦を編集長考えましょう。はい、頑張りましょう。買っていただく作戦を考えますんで、はい、引き続きよろしく。よろしくお願いします。僕たちは全力でやります。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。出てもらって、アンミカさんと一緒に。すげえ嬉そうだな。はい、ということでなんと、街中にね僕たちの広告が出るということで、なんとね4面ジャックということなんで、まあ、どの動画になるかわかんないんですけど、ちょっとねカメラに一応収めておきたいと思います。うわー、なんかそわそわしてきたな。ね、どうなんだろう、早く見たいね。結構な声量で祝ってたよ。祝われたぞ、お前。一言とかも何もなく急に出てきたな。ということで本日は今からバードックで、ね、撮影に向かうんですけれども、2022年の4月1日をもってバードックは無事2周年を迎えることができましたと。1年間 YouTube をやりながらブランドの方も結構力を入れてやってきて、まあ、例えばね最初バードックのロゴの T シャツだったりとか、で次レジスタンス作って、レジスタンスはね原宿に野外広告を売ったりして、で夏にはポップアップやったりとか、200万人記念の時には、記念のバンティ作ったりとか、でその年の最後は、僕たちでバードックの、ね、スタジャンを作って、それを着て、まあ、関西コレクションを歩くっていう、すごいブランドとしてもね充実した1年だったんですけど、まあ、今年2年目になって、まあ、何か新しいことにちょっと挑戦したいなっていうことで、今回新プロジェクトをね立ち上げまして、まあ、僕のね友人の青木さんっていう人がいるんですけども、まあ、彼も今ハングオーバーズもう3年目になりますけど、まあ、彼がうちのバードックの、ね、クリエイティブディレクターに正式に就任してくれたということで、まあ、彼とねいろいろ練っているんですけども、まあ、今日はねその新プロジェクトが始まる日ということで、まあ、今からねちょっとね撮影の場所に向かっていきたいと思います。でその新プロジェクトの名前が Youth is Weapon っていうプロジェクトなんですけれども、若さは武器っていう意味なんですけれども、まあ、このプロジェクトを機にちょっとバードックのモデルを募集していくっていう、でその募集して、応募してきてくれたモデルの方と一緒に撮影をしていくっていう、まあ、プロジェクトなんですけど、なかなか今の時代やっぱたくさんインフルエンサーだったりモデルの人とかがいて、まあ、僕たち YouTuber もそうですけど、なかなかこう頭抜けたりとかするのがすごい難しい業界なわけです。その中でバードックっていうブランドでモデルをやることで、その人のキャリアがなんかすごい動いたりとか未来につながったりしたらすごい嬉しいなっていうところで、やっぱ若い力をどん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 引っ張り上げたりとか、まあ一緒に手を取り合っていくっていうのが、まあ、僕たちコムドットのあるべき姿なのかなっていうふうに思ったので、それをブランドに落とし込んでいくということで、まあ、今回このプロジェクトをね進行しているわけなんですけれども、で今回も募集かけて、で僕たちの方で選ばさせていただいたモデルの方々と今から新作のね撮影をしていきたいと思います。じゃあ現場に向かっていきましょう。ということですね、今期からバードックのクリエイティブディレクターに就任されましたハンゴバズ代表取締役の青木亮さんです。どうもよろしくお願いします。久々価格だわ。久々だね。緊張しますわ。あー、そんなユリノさんになるんだ。ユリノが3匹。ユリノって呼び捨てしない。ユリノ3で、そんなあんま触んない。まあちょっと現場の雰囲気新しいですね。新しい。あ、どうですか、バードッククリエイティブディレクターに就任した意気込みといたしましては。いやーね、もっとね、面白いものいっぱい作っていきたいね。うわ、すっげーアパレルの人っぽい。すげーやだ。新しい素材とかね、使ってきたよね。すごいうさんくさい、すごいやだ。こういうタイプのやつ、何も考えてないですからね。男の子もいった。
こいい。かっこいい。ちょっと見たい。はい。OK。じゃあ、リオを、いいねの担当にする。現場指示。OK。いいねー。いい感じです。まっすぐは、任命してないんだけど。勝手に喋ったけど。現場力つける。現場力ね。骨格いいね。骨格褒めましたら気になるよ。ずっといいんだから。出て。すいません。あれっていうかダメだよね。やれって言ったのが全部勝ってたね。ただの現場嵐や。ただの現場嵐の人が。なんかクールな感じのが欲しいかも。あ、じゃあ一回じゃあこっち行ってもらって行きます。とても良いです。はい、ということで本日の主役中の主役ゆうたさんが現場に入られました。お疲れ様です。いや結構いいっすよ。お疲れ様です。やってもらいました。もうすでにモデルさん何人か入られてます、ゆうたさんこの着替えてもらって、はい、あなた今日の半分ぐらいある準備を。はい、今日オーベルジーヌのカレー頼んだからさ。あ、本当。あ、ちゃんとそういうのがやってんの、いや俺なんか水とか買ってきた方がいいかな。いや、舐めんだよ。じゃ夜時間なかったらやめたの。大丈夫、うちのケータリング舐めんの。さすがに。で、ゆうた、着替えちゃって。はい。ゆうたさん、入ります。やめとけよ。シャッター笑顔も欲しいです。喋りながらでも、はい、いいです。喋りながらっていう。なんか喋りながら出たら、ここから誰も喋りかけてもよ、ゆうた元気。チームワークどうなってんねん。よ、元気元気やろ、見たら。なんであいつ楽しげたら結構感じられんねん。面倒いたいか。もういい、もういい。やっぱ俺が引き出す笑顔や、最高やな。ゆうた、ゆうたコラボ撮影。ゆうた、ハウス踊れる。ハウスがすごい。ハウス教えていただければ頑張りますけど。ハウス世界一でしょ。世界一。ゆうたハウスどんな踊りだ。合ってる。競技人口に入ってるから。ちょっと入ってるの。あー、ちょっと待った。ゆうたちょっとスケベな顔な。スケベだなこれは。じゃあもう無理よ今日。さあ結構やってきてるのにさ、服だ。緊張しちゃってるやん。ゆうたも体振って。あ、いいです。ゆうたもうちょっと文字見せれる。あ、してね、ずっと。じゃあリオ一回やってみな。そこの現場どんな感じか。そんな言うの押すからやめよ。はい、ごめん。ごめんね。くるくるでいこう。あ、言うとちょっとおじいちゃん見ちゃうかも。ごめんなさい。これはさすがにね。ちょっとぬぐっちゃってるわこれ。ちょっとこれだと家族写真撮る。完全に、ま、孫の七五三の表情。七五三でオレンジ着ねえな。いや、そういう問題だ。そこじゃないんだ。そこじゃないんだ。あ、全然。いや、それはもうゆうたにさ、目見て聞いてもらう。ヴィンテージみたいな扱いしたこのカージャン触ってもいいですか。ちょっと、寄りかかるぐらいで。あ、そうです。OK です。OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。これ笑顔。はい、笑顔で。引くほど笑顔でお願いしていい。マロの場合はさ、笑ってほしいなら笑わしてもらわない。俺、なんかこういうスタンスなのよ、この子。この子、こういうスタンスなの。それは我々そうです。じゃあ、俺一発ギャグやろうか。まあやるかしら。いきます。位置についてレディーゴーゴー。
一発ギャグやる直前の皆さんの顔するっていう。なんで？なんで？始まっちゃうとちょっと下僕。始まっちゃうとっていうのはどういうことなんだ。はい。手応えラストカットが今日一番撮りたいです。ゆうたくん。梅酒なんです。梅酒写真一枚も撮ったんですけど、ね。今日はディレクターです。こいつずっとふざけてる。じゃあ今ふざけして。ごめんね。おでもらば住むのかよ。ごめんね。てか、ゆうた町で。あいつセンター張ってる。あ、かっこいいかも。これいい。一回幅だけ見ます。近くの人と喋る感じで口だけでずっとじゃんけんしててもらってます。ユウタはユウタじゃ俺だよ。はい、ユウタだけ振られてる。ユウタだけ振られてる。ユウタだけ振られてる。おう、これめっちゃいいやん。見てこれ。超良くね。完璧やね。完璧です。ありがとうございます。ありがとうございます。いきます。はい、チーズ。はい、笑って。はい、ということでお疲れ様でした。今帰ってるんですけれども、本日ねバードクの撮影だったということで、新プロジェクト Youth is Weapon がね、まあ、第1回だったんですけれども、合計12名のモデルの方とね今回お仕事させていただいたんですけれども、割と段取りとかもきっちり組めて、まあ、しっかり撮影できたかなと。今回ね一応その応募条件みたいなのがあって、フォロワー5000人以上の、普段モデル活動されてる方っていうことでね募集させていただいたんですけど、なんとそこに400名の方の応募が集まりましたと。5000人以下という言い方はあれですけれども、5000人以下の方はもっとめちゃくちゃいて、合計で言ったら1200人ぐらいの方が応募してくれたのかな。でその中から、まあ、ちょっと全体のバランス感だったりとか、まあ、身長とか、まあ、投稿の雰囲気見させてもらって、まあ、今回はこの人たちと仕事をしたいなっていう12名の方を選ばさせていただいて、中には大阪から来てくれた方だったりとか、まあ、長らくねモデルの活動をしてる方だったりとか、まあ、いろんな才能に出会ったっていう言い方が多分一番正しいと思うんですけど、やっぱりそのモデルっていうのを職業にしてる方が多い分、すごい撮影がスムーズでやっぱプロだなっていうのをすごく感じました。で、まあ、なんでそもそもこのプロジェクトやろうかなって思ったかというと、 Youth is Weapon っていう名前でやってるんですけども、僕たちの年に近い人をねこう集めさせていただいたんですけれども、横のつながりってすごい大事だなっていうふうに僕は思っていて、例えば1週間革命コラボウィークですとかデートウィークですとか、そういうことをやり始めたのってコムドットで、横のつながりで1個のムーブメントを作ることによって生み出すパワーの大きさを知っていて、だからそれをアパレルに当てはめるのってすごい面白いかなと思って、多分そういうムーブメントをしてる人っていなくて、当初ね頭の中でやりたいなって思ったことはね達成できたんですけれども、第2弾第3弾と続けていきたいなっていうふうに思いました。まだ僕たちも現状に満足はしていないですし、やっぱりやる気が満ち溢れていて、このやる気をどこにぶつけようってなった時に、まあ、やっぱなんかこうなかなかぶつけようのないものとかがあったりすると思うんですけど、まあ、その受け皿を作って一緒に自分たちもパワーもらって、自分たちもなんか上げられるものを上げて一緒に上がっていければ、なんかそれってかっこいいなっていう風に単純に僕は思うので、なんかすごいこのプロジェクトはすごい思い入れがあって、今後も引き続きね頑張っていければなという風に思いました。まあ、この動画が出る時にね今日撮ったアパレルが出てるかわかんないんですけれども、まあ、今日僕が一番撮りたかった写真はこちらです。いいですよね。なんか若さってやっぱり武器ですよね。この若さをどれだけパワーに変えてそれを結果につなげるかっていうのが若さゆえの面白さだと僕は思うので、なんか今後も同い年ぐらいの人となんか仕事をしていければなと思ってるので、
まあ、気になった方はバードックのアカウントとかをね、ぜひねフォローしていただければなと思います。この後ね、YouTube の撮影があるということで事務所の方に帰ってきてと思います。おはようございます。ということで本日なんですけれども、あのグッチの方でねパーティーがあるということで、今からねあの向かっていくんですけれども、今日パーティーの感じで仕上げていただきましたと。で本日なんですけれども、なんとゆうたも一緒です。てい、おはよう。おはよう、ゆうた。てい、まあゆうたくんとねこういうあのハイブランドのお仕事をするのは2回目なんですけれども、前回があのイヴ・サンローランのボーテのねお仕事だったんですけれども、その時はですね、僕たちちょっと勝手が分からず超高額なね、衣装を自分たちで購入してそのレセプションに行くというね、そういう形だったんですよ。勝手が分からずね、全く分かりませんでしたね、あの時は。でさらには自身のヘアメイクで行くと、うん、まあヘアメイクといってもね、ただワックスつけただけなんですけど、はい、それをねあのボンさんに教えていただきまして、まあ、それ以降のねそうこういうお仕事は全部ねあのボンさんにやっていただいているんですけど、なんと本日ボンさんベンツの助手席乗ってます。同乗してます。どうですかボンさん、今日はかっこよすぎます。かっこよすぎるっていうと、ありがとうございます。ふざけないでください。頑張っていただきましたよ。いやもうほんとね、ちょっとボンさんなしでは考えられないですよね、やっぱり。まあ、スーツということで、まあ、いつもとちょっと違うあの髪型になってるんですけど、まあ、本日はねビシッとね仕事決めていきたいと思います。じゃあ向かいましょうか。うん、ということでですね、本日は宮下パークのグッチでの撮影なんですけれども、あ、クラシアさん、はい、おはようございます。クラシアさん、おはようございます。こんにちは。こんにちは、クラシアです。めちゃパッチしました。いつもですね、僕たちのブランドの仕事はクラシアさんがね、手伝ってくださってるということで、もう入るのかな、うん、ちょっと待とうか、ゆうた待とう。ゆうた今、キュアで見る。緊張してきた。緊張する。すごいね。まあ衣装が衣装ですからね。ド派手です。一応言っときます。YouTuber です。YouTuber です。入っていいですか。じゃあちょっと入っていきます。お願いします。お願いします。じゃあそのまま真ん中の方に。はい、シール。はい、シールから取って、シールから取って、シールから取って。中心になっていて、はい、何枚か撮ります。はい、次は、はい、何枚か、ナイス、いいね、ナイス、はい、ナイス、何枚か、セブンとキュン、グッチのキッチの、あ、本当ですか、ありがとうございます。ありがとうございます。誰推しですか、ちなみに。はいはい、自分はゆうたです。ありがとうございます。私の推し込んでない。助かった。私の姉はゆうたちゃん。ありがとうございます。負けたやん。はい、ということでグッチのレッスンを終了しました。よいしょ、ありがとうございました。ということで、どうでしょう。緊張しましたね。久しぶりだったの。久しぶりでした。あなた結構経験してるけど、僕2回目ですか。2人でやるの。うん、じゃあかっこよかった。ありがとう。ちょっとあんまやらせんな、こういいスーツにやらせんな。まあ、あのインスタとかでね、あの僕たちの活躍が、ね、出てると思うんですけれども、はい、まあ、本日ちょっと事件が起こりまして、あら、その事件名が、はい、クラシナさん龍馬狙ってる説。うわマジで。クラシナさん、クラシナさん、ちょっとやめてもらっていいですか。ちょっとクラシナさん、ちょっと逆にやめてもらってもいいですか。困るんです。困るんですよ。うちの白マッチョ龍馬を見るのをやめてもらって。すいません、ちょっと本当にちょっとだけすいません。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい人ですからね。すごい人、本当にすごい人です。はい、なんかあのこういうねブランド系の担当が、まあ、ゴータなんですけど、あの直々にあの龍馬に変更してくれって言われてたね。ああ、言われてたね。まあでもあのうちのね裏方の編集長、うん、まあ、それは厳しいんですけど、出てこれないな。まあ豪太で、まあ、我慢していただいて、はいはいは
まあ、この後ちょっと撮影に向かいまして、うん、その後にちょっと僕とゆうたくん別で仕事あるえ何あのバード写真のセレクトしなきゃあ、そう、俺大丈夫ダメ俺はあのデザインまで待ってダメダメでしょわかる、やりますよやりますはいお疲れ様でしたお疲れ様でしたまず最初にシートベルトはね、あのしてるんでご安心くださいけど現在、夜中の3時18分ですまあ普段だったらね、働いてる時間なんでまあ何も違和感はないと思うんですけれどもまあ今から撮影に向かっていくと本日の撮影が僕が近々出版するアイドル 2.0 のビジュアル撮影ですこの度僕はですねアイドル 2.0 という本を出版することになりまして多分この動画が出る頃にはもうすでに発表されてると思うんですけれど、まあ、それ の, あのビジュアル撮影をしに行くよということで、まあ、原稿もまだちょっと途中なんですけれど先に表紙だったりとか、まあ、中のビジュアルの撮影をしていくとでなんとなんですけれどもこの本の編集担当者が小寺さんですあの有名な小寺さんですまあ今ね小寺さん座ってらっしゃるんですけど僕たちの写真集トレイスの編集担当をしてくださっていて、まあ、その時に出会いまして僕の人生初めて書いた本正規という本があるんですけれども、まあ、その本でね、まあ、いろんなこと書いたんですけど、まあ、その他にもいっぱい書きたいことがあってで本出版したいなって思った時に小寺さん僕本書きたいですこういう内容を書きたくてっていうことを伝えたら、まあ、あんなに忙しい小寺さんがやりましょうと言ってくださったということで、まあ、あの小寺さんに担当していただいていつものボーンさん、吉田さんで今回カメラマンが GQ の時に僕たちのことを撮影してくださった尾形さんということでプロフェッショナル中のプロフェッショナルの方々と、まあ、一緒にこのアイドル 2.0 を作り上げていくということで本日はその撮影に向かっていきたいと思います小寺さんどうですか売れそうですかねそうさっき原稿読んでたんですけどはいはいはいどうでしたこれからもっとブラッシュアップしていきましょう了解しました、はい、でも本当にとってもいいああ嬉しいちょっと前回と全然違いますよ全然違いますね、まあ、変な話、正義2はどうしても僕書きたくなくてなんか新しいものを自分の中で書きたいっていう思いがすごい強かったので違うものを作ろう、違うものを作ろうっていうふうに自分の中ですごい意識してるんですけどまあ本日はその撮影の密着ということで今から都内の方に向かって、そこでね、撮影をしていきたいと思いますでよろしくお願いしますということで今からですねスクランブル交差点で撮影していきますすいません本日のカメラマンをやってくださる尾形さんですよろしくお願いしますちょっとヤバい人だと思われるからよろしくお願いしますよろしくお願いします編集しててくださいお願いしますエキサイティングよっしゃすげえすげえ山ちゃんかっこいいわーおそう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 。イエーイ。かっこいい。わお。かっこいい。ラブ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 。オッケー。ちょっとね。わお。朝までこいつらと遊んでさ、こう、もう酔っ払ってベロベロになってさ。で、まだ自分はナッシングだったから思い出してねさあ、さあ、さあ、さあさあ、この鳥の声がさこう、寂しいレクイエム、レクイエムも聞こえてた頃さあ、思い出してさあ、で、ビルフォいいねナイスすごいかっこいいおかちゃんすごいって感じそうだねそうではないはい3カット目ですあ、すげえかっこいいウルトラビューティコデアリコおー完璧です衣装も髪型も写真も完璧です風吹いてないのがいいね、めっちゃいいねいやまだ言っても今何時朝7時ぐらい7時半はい、まあ、撮影まで合間あるからサウナ行こうかマジで1回それだけをモチベーションほんまほんとそれあとご飯とか飯食いたいまあ、ちょっといいの食いっかサウナでめっちゃ気持ちよくなってうまい飯食いで寝るあんたたち寝てたらいいです僕原稿書く
社長やな。コープぐらいで。こうこうこう。足とか体の角で変えていいからね。すげえかっこいい。お顔が見たいな。そう。カメラ目線でやっても顔みたいな。そう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 。結局、一人ぼっちで友達になって YouTube の試合だったけど、一緒になったら子供になって。そうそう。Could you look over there? Over there. ちょっと見て。栃木戦出て。そう。ナイス。来た。ナイス。完璧です。Yes。 ダメ、勝った。もうすごいスピード動いてる。あのね、同じ私の高校のところに。あ、そうっす。そうです。大先輩。それはもうやめた。よでてもパーッてなってないですなってないなってない結構いいカメラで捉えてます捉えてます寂しいな全尾形を捉えてます続いての撮影だかっこいいああナイスビューティフォービューティフォーそうビューティフォーすごいかっこいいかっこいいいいな大丈夫そういいと思いますじゃあ休憩しますかじゃあ午前中の締めでもよっしゃありがとうございますいやハマったな全部がハマりましたねめっちゃもう大ハマりかなスタイルがはいということでですね現在昼の11時なんですけれども第1部の撮影が終わりました、はい、かなりね朝からハードワークだったんですけどめちゃくちゃいいのが撮れたんじゃないかなと皆さんのね元に届くのがすごい楽しみなんですけれども、まあ、今回ねあの本ということでやっぱりその中身がすごい大切なわけでね今その第2部があの夜の撮影なのでそれまで空きがあるので、まあ、ちょっとどっか入ってあの原稿をねひたすら書いていきたいと思います原稿を書いて夜の撮影終わった後にコムドットの撮影ということで、まあ、今日あのゆうたが別の仕事入ってたりとか、あっちゃんがあの個人のコラボ撮影してくれてたりとかするので夜またメンバーで集まってコムドットの動画をね撮っていきたいと思いますということで夜の部スタートですはいライトライトはい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 ライト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 はい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 コベラに入りますアシスタントスタイリングですかかっこいいあめっちゃいいですわーかっこいいって雨が行きますうんかっこいい風疲れるいや全然大丈夫です頑張りますはい取れた頑張りますえ取れたなんで終わらせたっすやる気が感じれない怒られるのが怖いわあ今取れてるかっこいいです取れたもうちょっと頑張ろう君が映り込んでるあ、そうだそうだろ、俺は全身黒に着てんだからねプロだったプロだった頑張った、頑張ったあ、めっちゃかっこいい赤うわ東京東京に来てよかった、私全然の状態何言ってんだろ、俺かっこいい誰だ、これこれ誰お前じゃないかトムは大丈夫、黒だから黒が大丈夫プロやかっこいいあーやめたくないかっこいいだもん最後座って上からね座る自信になったみたいですうぜえ早くしようもっと大きがすごい前のリレックスあれわおはい下に OK はいいやすごすぎるありそう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 そThank you.
でファンタジックってことだ。出られた。もう一回体変えてから。一回ヤマトも横にしたいな。出られた。出られた。ふぅー。ナイル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 。ダメだからもう、この奇跡があるんですよ。めちゃくちゃいい。さっきのもね、すごい良かった。あ、本当だ。そう、嘘。こっちもある。そうそうそう、こっちだから。めちゃくちゃいい。オッケー、じゃあ。じゃあ、おしまいでーす。よっしゃー、終わった。おしまいでーす。やばい。いやー、全部映ってます。あ、全部映ってます。一本担当じゃなかったです。決まった。ありがとうございました。終わりました。今から今後と撮影に向かっていきます。行きましょう。おはようございます。おはようございます。ということで本日なんですけれども、僕が去年の夏発売した聖域っていう本がありまして、まあそちらの本が去年のタレント本の中で一番売れていて、まあそれが現在発行部数40万部なんですけれども、まあ今もなお多くの人にね、こう手に取っていただいている本なんですけれども、まあ本日はこの聖域のイベントということで、今からね、講演会に向かっていきたいと思います。聖域で書いていた内容をちょっと深掘ってそれを話していくらしいんですけど、結構会場が人入るところらしくて、YOASOBIさんが紅白出たところです。だってすごいところらしいですけれど、まあ、結構人も入るということで、まあ、事前から募集させていただいて抽選という形でね、そこで当たった人が、まあ、今日来てくれるんですけれども、まあ、学生が多いのかな。まあ聞いてみようかな。じゃあマイクパフォーマンス的な感じで、まあ、じゃあとりあえず会場ついてまた回していきたいと思います。ということで今日の会場はこちらです。うん、わお、お願いします。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 すげえ会場広くね。何、あ、そうですね、会場が600人ぐらい今日入っていただくような形になっていて、オンラインの配信とリアルで同時進行させていただきます。じゃあちょっと早速になってしまうんですが、流れの確認からさせていただきます。聖域を読んでくれてる人が今日来てくれるとして、同じような内容をペラペラ喋っても意味がないかなと思うので、その人に当てはめた場合こう考えられるみたいなことを言えれば多分一番いいのかなと思ってて、そうですね、前回の山本さんの質問の方のすごいその寄り添った内容を含めて教えてもらって喜ばれると。ではちょっと場当たりここまでとさせていただきまして、山本さんの控室を戻りたいと思います。じゃあ一旦こちらで終了とさせていただきます。本番までよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。俺中府の行動を覚悟してたのよ。はいはいはい。中府の行動よりちっちゃい。ちっちゃいちっちゃい。もうあれこれがね3ブロックあるんですよ、中府の行動は。まあボンはここでさ告白とかしてたわけよ、はいはい、一発ギャグとか漫才とか、うんうん、ちょろいなと思ってボンに比べればね。あ、まあ俺にその当時の俺に比べればと思って。そう、てかボンはそのアンチも抱えた中でやってるけど、今日来てくれる人は多分ファンだ。確かに全員アンチではないからね。そうそう、すごいホームだなと思ったんで気が楽ですけど。今日メンバーさんは、メンバーさんはちょっと皆さん別で別のお仕事、いろいろちょっと忙しいみたいにして誰も見に来ずってことです。結構な晴れ舞台なんだけど、いや、ゆうたは行って、いや別日だったらマジ行きたかったっていうか、うん、マジか、これちょっと何ですか、ね、すごい結構拝めるな。一回ヤマトのとこ見て入ってみよう。あ、結構近いかも、拝みやすい。そんなかっこよくないんだよなそれOK です。ということで開演まで5分を切ったので、今から会場向かっていくんですけど、まあ、今日入ってるのが600人で、僕が話すのが50分と、で質疑応答が30分あります。なんか台本を一応用意しなきゃいけなかったんですけど、なんかガチガチになってもよくないなと思ったんで、骨組みだけ組んできたんで、まあ、それを元にね喋っていこうかなと思います。緊張するかなと思ってるんですけど意外としてない、うん、まあ、裏方も今日は見に来てるということで、はい、関係者席にいるのかな。
そうですね。でもなんかうちの龍馬がチヤホヤされたくて来ちゃったみたいなことを聞いたんですけど、大丈夫かな。違います。違うか。写真撮っても大丈夫ですか。だから講演会中和なしだよ。中和なし、うん、中和ごめん。終わった。うん、前後で行こう。あとなんか乙部モテすぎてるけど大丈夫か。大丈夫だ。乙部なら大丈夫じゃない。道変えたりするんじゃん、襲いに来た人の。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。舞台袖までついてる。うん、こっちこっち。わあ、頑張るわ。ぜひ本日は最後までどうぞお楽しみいただきたいと思います。それでは大変長らくお待たせいたしました、ご本人をお呼びしたいと思います。山本さんのご入場です。皆様大きな拍手をお迎えください。こんにちは。山本さん、本日はよろしくお願いします。お願いします。ちょっと単純に僕の疑問として知りたいんですけど、どういう方々が来てくれてるのかなっていうところで、ちょっと自分の当てはまるところに挙手をしてほしいんですけれども、学生の方ちょっと手を挙げていただいても。学生多い。社会人の人ってどのくらい。ああ、でも同じぐらい。僕より全然年上の大人の方ってどんぐらい。あ、ちらほら。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。まずは今日来ていただいたことがとても僕は嬉しくて、講演会っていうのをやるのも一つの夢だったので、なんか今日皆さんが一つでも来てよかったなって思えるようなことをお話しさせていただければ、僕はすごい嬉しいので、まあなんか一個だけでもいいので、持って帰っていただければなと思います。かっこいいですよね。どうですか。僕かっこいいと思う人を。 ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。じゃあ拍手で。はい、ありがとうございます。そうなんですよ。僕ちょっとかっこよすぎるっていうのが最近悩みでして、そのビジュアルが止まるとこを知らないというところで、まあ、どこで止まっていくんだろうなっていうのが全く把握できていないっていうのが、まあ、最近の悩みなんですけれども、なんかあんまりね冗談ばっかり言ってると怒られちゃうんで、なんでこの夢っていうのをテーマに、本をね出版させていただいたのかっていうのを話したいんですけれども、僕本読むのがすごい好きで、今までどんぐらいめちゃくちゃいっぱい本読んできたんですけど、あ、乙部、あ、ゴータ、はい、ということでね、裏方もなんか揃ったみたいなんで、ちょっと安心してるんですけれども、僕本をすごい今まで読んできて、成功者の人とかが書いている本とかたくさん読んできたんですけど、なんか僕の中で引っかかる部分があって、まあ、成功してる人が書いてる本って僕ぶっちゃけ後付けだなっていう風に思ってて、こここうしたからこうなりましたって生存者バイアスって言うんですけど、生き残ってる人の言ってることがあたかも正しいみたいな、そういう風な、理論があって、成功してる人の言ってることってなんかあたかも正しいみたいな感じてしまうじゃないですか。それがなんか僕は疑問にずっと思ってて、俺だったら最初から自分の成功哲学を言ってその通りやって成功するのが一番かっこいいんじゃないかっていうのを思ってて、だから自分があんまうまくいってないというか、まだまだ無名な時に書きたかったっていうのが実際気持ちとしてあって、でこの本を書き始めたのが確かチャンネル登録50万人ぐらいかな、言ってるか言ってないかぐらいの時に実は書き始めて、出版した時は多分150万人ぐらいだったんですけど、なんかその時に自分が行動することでなんか成功に近づくだろうっていうのを考えてることをあえて本に書くことで、その生身の合ってるか合ってないか分かんない自分の哲学を書き起こすっていうことが自分にとって意味があって、逆になんだろうな、こう何か夢を追いかける人とかやりたいことを見つける人にとってより近い本になるんじゃないかなと思って、まだまだ未熟な時に書かせてもらった本になってます。まあ、そういう意味ではやっぱすごい思い入れがあるし、まだ若いというか拙い文章で、まあ、今だったら多分もうちょっと文章も書けたりすると思うんですけど、なんかその当時の
自分のリアルを書き残せたかなっていうふうに僕は思ってます。どう今んとこボンいい感じかな俺。 OK ありがとう。夢っていうのをどう探すかっていうのを僕なりに今お話しさせていただきたいんですけれども、そうですね、まあ、この本に書いてあるんですよね。ぶっちゃけ外に出ろ、自分を知れっていうのをね、2つ多分書かせていただいたと思うんですけど、例えばまあじゃあバレーボール部だったとしましょう、皆さんが。でバレーボール部で、まあ、結構バレーがうまいと、でまあ地区大会優勝ぐらいはできる実力があるとして、でもバレーしかやってなかったら、もしかしたらテニス日本トップレベルで上手い可能性もあるわけじゃないですか。でもその可能性をまだ見ていない状態にあるかもしれないと、まあ、それが僕が言う外に出ろっていうことで、やっぱ何事もやってみないと自分に向いてるか向いてないか、好きか嫌いかもわからないわけですよ。メンバーの浦田さんはですね、ドトールで2年間働いていた男でして、ね、でそれよりすごい男でやっぱアムギリっていうメンバーがいるんですけど、まあ、アムギリ君はなんとコンビニで8年ぐらい働いたのかな。8年ぐらい働く継続力はね、僕素晴らしいなっていうふうに思うんですけれども、もしずっと続けていることで何かちょっと違和感だったり、なんか物足りなさを感じたら、まあ、別のバイトをしてみるとか、そういうことをするのが僕の言う外に出ろっていうことですね。もしかしたら引っ越しのバイトめちゃくちゃハマるかもしれなかったりとか、ブライダルのバイトめっちゃハマるかもしれないみたいな、だからそういう可能性っていうのを人間は僕は秘めてると思ってて、その可能性を試していくことでやりたいことだったりとか好きなことが見えてくるんじゃないかなっていうふうに思います。そういう点でやっぱり外に出るのはね、重要だと思います。これもまあ正規に書いてあることなんですけど、まあ、努力の方程式、ゴータ君努力の方程式掛け算ですけれども、何かける何か回答をお願いします。正しいベクトルと努力の量。素晴らしいですね。いい後輩を持ちました。あ、拍手してもらえる世界ですね。はい、量は嫉妬しないよ。努力の量と正しいベクトル。はい。皆さん今ね、こう集まってる方は若くてね、パワーがみなぎってると思うんで、やりたいことを見つけたら多分そこに対する情熱っていうのは本当に凄まじいものだと思うんですけど、ベクトルっていうのは方向性ですね。やることが合ってなかったら、まあ、うまくいかないよっていう掛け算なわけですから、努力の量が100でも、まあ、単純にベクトルの値が0だったら 100×0 で0となってしまうわけですね。だから必ず自分がやってる熱量と方向性っていうものの度合いを見直していくっていうのがすごい必要で、コムドットってすごい情熱的で、とにかく頑張ってる集団だっていうふうに思う方たくさんいると思うんですけど、実は頑張る方向っていうのを常に見定めながら、間違ってるなと思ったら軌道修正しながらやってる集団です。だからここまで、自分たちの欲しい結果を手に入れてきてると思いますし、これからも手に入れていくと思います。それを例えば自分たちがもしこれ満足してもう努力しなくていいやとかだったら熱量が下がるわけじゃないですか。ゼロにならないとしても僕たちの今ある熱量2億が2とかになったら掛け算は弱くなりますよね。もし僕たちが考えることを放棄して努力2億でベクトルが1とかになっちゃったら、まあ、2億しか出ないと。2億って結構か。まあ、じゃあ0にしておきましょうか。0だったら0になってしまうと、そういう話なわけですよね。だから常にその方向性とか努力の量っていうのの度合いを見定めるっていうのが僕は重要だと思います。まあ、今の僕たちの話で言うと、今年死んでやるっていう覚悟で去年はやってたんですけど、それを今年もやってたら多分来年もやるんですよ。どっかで誰かが本当に倒れるか、誰かが嫌気がさしてやめちゃうなっていうふうに僕は思ったんですよね。だから本当に向かうべき方向はここで変えとくべきかなっていうことで、今年に入って収録投稿にしました。まあいわゆるベク編ですよね、まあ、ベクトル変更っていうのはね行いまして、まあ、これがすごい重要なんですよ。でベクトル変更をした時って大体叩かれます。前の方が良かったとか今うまくいってないとか。でも僕はあまり気にしてなくて、当たり前ですよね、最初物事がうまくいかないっていうの。
僕たちが YouTube を始めた時も1年半ぐらい売れなかったし、だからなんか新しいことをやり始めた時ってうまくいかないのが当然で、それをうまくいくように調整していくのが重要なことで、うまくいくかいかないかっていうのは最初結構重要じゃないんですよ。だから今僕たちは方向性を定めている最中というか、このやり方が 100% 合ってるかどうかもまあ分からないんですけど、その方向って決めた方向に向かって 100% で頑張ってます、今。まあだから去年とかできなかった仕事とかも最近増えてきて、それがね直接的にチャンネル登録者に還元されるかって言ったらまた違う話なんですけど、僕たちが見てるのは日本を取ることで、そこに向かってのベクトル変更を行ったっていうのがまあ今のコムドットの話で、この本には書いてない話ですね。皆さんもコムドットで多分すごいって思ってくれてる人がすごいいっぱいいると思うんですけど、別にすごいコムドットですらここに来ても変更すると、ここに来ても自分たちの努力の方向性を考え直すっていうタイミングがあるっていう、そういう話ですから、やっぱいつになってもこの方程式っていうのは考えるべきことなのかなっていうふうに僕は思っています。なんか一個でも今日皆さんがね来てよかったなって思ってもらえるようなことがあればすごい嬉しいです。最後までご清聴いただきありがとうございました。それでは山下さん、素敵な講演をどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは、ここから質問のコーナーの方に移らさせていただきたいと思います。会場内の方でご質問ご相談ある方はぜひ挙手をしていただいて、スタッフの方がマイクをお持ちしますので、指名された方は手を挙げたままお待ちいただければなと思います。本日は山さんがご指名してくださるということですので、ぜひ質問のある方挙手をお願いします。あれ、じゃああそこのメガネかけてカメラつけてるあの白いマッチョの人、誰だあれ。じゃあ立ってもらって、すいません、マイクあそこまでお願いします。すいません、切実に友達ができないんですけど、大和くん結構友達が、地元の友達とかも多いと思うんで、こう作り方を聞きたいです。お願いします。マージの作り方、はい、お願いします。そうです、福岡帰れ。あ、それはちょっと無理です、ごめんなさい。作り方か、外に出る。あんたずっと編集して家にいるでしょ。だからと同じ家に働き方改革お願いします。それはできないので。そうですね、はい、合間見つけて外に遊びに行ったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、そう、ありがとうございます。他の人、あ、じゃあ、はい、拍手もらえるんですね。優しいですね、皆さんね。他にご質問ある方、挙手もお願いします。うわ、すごいな、たくさんいらっしゃいますね。こういうのの後の相場って上がんないですからね、手はね。そうですね、上がんなかったらどうしようっていう想定はしていたんですけれども、たくさん投げていただいて、はい、じゃあ、はい、あの後ろのギャル、ギャルっぽい人、ギャルのお姉さん、エビスジャップさんとの対談動画でおっしゃってたと思うんですけど、はい、なんか最初メンバーに頼ることができなくて一人で全部やってたっておっしゃってたじゃないですか、はい、で私も誰かに頼るのが苦手で何をやるにも全部一人でやってしまうんですけど、それが原因でちょっと体調崩してしまったとかもあって、その後に兄に全部背負い込んでるから体調崩したりするんだよって言われてるんですけど、それでも誰かに頼ることが難しくて、どうしたら人に頼ることができますか。なるほど、いい質問ありがとうございます。僕もね同じような多分境遇だったらすごい気持ちわかるんですけど、まあ人に、任せたいわけじゃないですか。人に任せたい時に一番するべきこと、一番最初にすべきことは任せちゃうっていうことです。意外と任せたら自分じゃなくてもできることってたくさんあって、最初できないのは当たり前なわけじゃないですか。自分も最初何かが多分できなくて、でもだんだんできるようになってっていっぱい仕事ができるから自分が背負えば大丈夫っていうふうに思ってると思うんですけど、自分しかできないことと自分以外がもしかしたらできることって分けられて、それを分けて、まあ任せられそうだなって思うことから周りの人間に任していくと、そうすればね意外とできるようになってしまうものですね、人間は。
僕は実際に今はもう裏方たくさんいますけど、たくさんいろんなことを任してるんですけど、最初は失敗ももちろんあるし、できないこともたくさんあるんですけど、まあ、その度に何ができなかった、何がいけなかったのかっていうのを一緒に反省してあげて、で一緒にじゃあ次こうやろうねっていうのを言っていけば、だん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 できるようになってって、もしかしたら自分よりその仕事ができるかもしれないと。ただとりあえず任せちゃうっていうのが一番重要かなっていうふうに僕は思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、そのあの青いパーカーのお兄さん、お兄さん、あれ青ですか？はい、手を挙げてらっしゃる。あ、すいません、メモに書いてきたのでメモ見ながらでもいいですか？もちろんです。自分は古着が大好きなんで、大学生のうちに古着屋を始めようと思ってるんですけど、古着屋ってやっぱりその競争とかが激しいわけで、他のお店と差別化するにはやっぱそのコンセプトとかが大事だと思うんで、そのコンセプトが決まってなくて、大和さんは企画を考えたりとか何かを発想するときはどのように考えているかちょっと聞きたいんですけど。素晴らしい質問だと思います。差別化をするっていうことは実は相手を知らないと全くできないことで、コムドットが他の YouTuber と差別化するときに他の YouTuber のことをすごい分析しました。で、他の YouTuber にはここがないとかここが弱いっていう部分をコムドットが圧倒的に強めていった結果、そういう部分で差別化ができてきたと。何かの掛け算を古着かける何々っていう風にしてあげると差別化が多分しやすいと思うんですけど、そのかける何々の部分ってすでにやってる古着屋さんたくさんあると思うんですよ。古着かけるバンド T シャツとか、バンティ専門で置いてるお店だったらバンティ好き集まったりとか、古着かける、カフェとかで、カフェも好きな人がそこ来てなんかコーヒー持って帰るとか、そういうのいろいろあると思うんですけど、その中で多分まだその掛け算って無限にある中でやられてないことが多分あると思うんですよ。それを自分から発想するんじゃなくて、自分が古着に実際足を運んで、あ、こういう部分足りないなって思ったとこが逆に掛け算の要素になると僕は思うので、もうひたすら明日から1週間1日20店舗ずつぐらい古着屋を回ってメモ持って、どういう部分が良くてどういう部分がダメなのかっていうのをひたすら書いてきて、その中から自分の古着屋のことを考えればいいかなと僕は思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあせっかくなんで年上がいいな。年上、僕より年上の人を、ごめんなさい、正直に俺の母ちゃん世代の人とかいないのかな。いない、さすがにね。まあ、あ、いらっしゃる。はい、あ、じゃあすいません、母ちゃんより若かったです。ありがとうございます。はい、私自身の夢を追いかけていたら仲間ができまして、気づいたらリーダー的存在になっていたんですけども、大和さんもリーダーでやっておられる上で、リーダーとしての心構えだったり仲間を大切にすごくされてるなっていうところをすごく尊敬しておりまして、この仲間を大切にする上でとても大切にしてる背景だったり前提だったり教えてください。はい、質問ありがとうございます。僕リーダーとして一番重要なことって決めることと、決めたことに対してまっすぐ突き進んでいる姿を仲間に見せることだと思っていて、多分ほとんどの人が決めるの苦手なんですよ。優柔不断でこっちがいいかな、いやこっちにしようかなとか、食べ物一つは迷うわけじゃないですか。僕迷わないんですけど、自分の決めた決断が必ず正しいと思い込んでやっぱり生きているので、そういう人がリーダーをやった方が意外とチームってまとまりやすくて、なんでかっていうとリーダーが優柔不断で、いやこっちかなこっちかなってやってると、こうついていくのがすごい大変になっちゃうわけじゃないですか。リーダーがこっち行くぞバーって言って、お前間違ってた、じゃあこっち行くぞバーって言った方が動きやすいんですよ。だから決めたことに対して自信満々でみんなについてきてくれて、頼んで一緒にまとまって動くっていうのがすごい大事だと思って、仲間を大事にするっていう面で言うと、まあ、やっぱ地元の友達と、まあ、今高校の友達と友達なんですけど、もともとなんか僕の根底にあるのはやっぱ自己中心的な考えというところで、自分が良ければいいわけですよ。ただメンバー含め裏方含め仲間が、まあ、自分になったっていう感覚ですね。まあ、メンバーとか裏方の幸せが自分の幸せに直結する状況に今あるので、自分が頑張ることがみんなに何かを還元することになるので、自己中心的に動くことが意外と周りの人のためになるのかなっていうふうに今考えているので、まあ週休2日欲しいと言われつつですけど、自分のためっていうか自分たちのため、
ていう、そういう枠組みで物事を考えているのでまとまっているのかなというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは山さん、イベントそろそろ終了となりますので、はい、最後に会場にお越しいただいた皆さん、そして配信でご覧いただいている皆さんにメッセージをお願いしてもよろしいですか。はい、僕は今一人で ここに立ってるわけなんですけれども、コムドットっていうグループがあって、その活動のおかげでこういう機会をもらえてるっていうところで、まあね、今日メンバーも実は後ろの方かな、また来てないんですけど、別の仕事に行っています。ただそういうメンバーがいて、僕がいて、まあ一緒の夢を追いかけてるわけで、その夢を追う姿っていうのは多分今後を見せ続けようというふうに僕は思っているので、嫌なことがあったりとか、ムカつくことを言われた時とか、そういう時に、まあ、コムドットを見て、あ、なんかこいつら頑張ってるなとか、あ、バカなことやってるなって思って笑ってもらえればすごい嬉しいなと思います。まあ戦うのは皆さんなので、僕たちはそれを支えることしかできないんですけれども、なんか動画を通して、なんかみんなの夢を追いかける糧になったりとか、足場になったりとかできればいいなと思って、これからも活動していくので応援よろしくお願いします。はい、チャンネル登録をしてない人は絶対にチャンネル登録をして帰ってください。はい、僕はこの後に及んでしつこく言います。成人式のね、3000人のスピーチもこんな感じで言ったんですけれども、その時と気持ちは変わらず、一人でも多くの人にチャンネル登録をしてもらって、もっともっと上に行きたい、上にいる先輩たちをぶっ飛ばしていきたいと考えていますので、ぜひぜひチャンネル登録してない方、赤いボタンからできます。やり方分かんなかったらね、この角川の人がね、このパワポカなんか使って説明してくれると思うので、本当にチャンネル登録をお願いします。そして年内チャンネル登録400万人という目標は必ず達成するので、絶対増やして当然のように有言実行していくので、今日も僕の言ってたことがあながち間違いじゃなかったんじゃないかなって思ってもらえるように頑張るので、応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは本日のイベントは以上となります。ご参加いただいた皆さん、そしてご登壇いただいた山本さん、今日は本当にありがとうございました。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 あれ、まつげいたの？いたいたいた。どうだった？痛くてしょうがなかった。どうだったまつげ？横側最高にかっこよかった。なんでお前にわかファンみたいな。いや、どうだった？俺コメントの玉が少ないのバレてきたの最近。あいつはマッチョは、なんかでしゃばりついたな。あ、来た、でしゃばりマッチョ。おいで、でしゃばりマッチョ。出てこい、出てこい、ちやほやマッチョ。今のちょっとさすがにひどかったんじゃないでしょうか。振りが雑すぎて、相場豪太じゃないでしょうかってずっと思ってたんですけど、お父さんでしゃばりすぎました。なんか昨日ストーリーで、なんか俺もうこんな腕太い倍、こんな腕太くなった倍。まだ出てきていいよ、出てきていい。あー、もう見たことあるんだろ。いや普通に、あのストーリーの役はこんなに大きいから褒めて DM 待ってる可愛い子っていう役です。すべてまとめると龍馬未責任集みたいな、そう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 、未責任龍馬の動画みたいなのがあって、その後にもう俺こんな太い倍、あの時の俺じゃない倍。太くなった？じゃあやるよ。大丈夫大丈夫。でもちょっと言いたい、こうなんかこう正解したじゃないですか、ヤマトが問題出した。そう、努力の方程式みたいな、うん、僕が教えました、これ答え。一切思いついてない。全然分かってました。テンパってました、めっちゃ。いやいやいや、ベベベベみたいな。で、俺がここって言ったらドヤ顔で答えました。全くです。え、本当は？いや、ベチこれガチやで。まあ俺でも聞いてきた。確認ですよね、一応。まあ、しばしばになるぐらい正義様読ますんで。正義様、正義様ってやめろ。無駄だから、前そんなこと言って。どう、どう、でもチヤホヤされたよ。全然、滑っただけでした。
いや、あそこでお願いマスを脱いどけよかったんだよな。脱げるか、角川さんのとこ。あんまりそんな俺は太いバイって言ってるのにさ、タンクトップぐらい着てくりゃさ。あしたタンクトップだけど。お願いマスをめちゃモテたい。お願いマスをめちゃモテたい。お願いマスをめちゃモテたい。おお。おお。あ、昨日よりなの。くどマジで太いやん。頑張ってるね、一応。いや、でかこれでも出ないか面白いわ。うん、でもありがとう、見に来てくれて。はい、リラックスできた、マジで。裏方いるとね、安心できる、やっぱ。え、なんかあんま緊張しなくなかった？うん、なんかスラスラ喋ってたよね、すごい。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございました。ってことで、この後取材があるのかな。はい、じゃあちょっと今から取材受けてきます。はい、ということでこれにて今回の社長密着動画終わりになります。まずはこのね、長い動画を最後まで見ていただいた方、本当にありがとうございました。まあ、最後このカットでは僕からちょっと視聴者の方に伝えたいことがあるので、それをちょっと話していこうかなと思います。この動画が多分5月の30日に出てると思うんですけど、このカットを撮ってるのが30日の朝の5時になります。なので今まさに僕が視聴者の皆さんに思っていることをちょっとリアルタイムで、お伝えできればなと思います。昔からコムドットのことを応援してくれてる人も、最近ねコムドットのことを好きになってくれた人もね、今この動画を見てくれてると思うんですけど、2021年のコムドットはですね、チャンネル登録60万人から始まって、チャンネル登録100万人という目標を掲げて、でそれを達成して、でその次は200万人という目標を掲げて、で最終的には年内300万人という目標を掲げて、見事ねその目標を達成した年だったんですけど、まあ僕からすると去年はすごい数字に対してすごいこだわった年で、本当にね死に物狂いで毎日毎日こう数字を追いかけて、もう1年で250万人もね新しい方に登録していただくっていう年になったんですけれども、じゃあ今年2022年はどういう年にしていこうかっていうのを考えた時に、僕の中で数字だけを追う年にはしたくないなっていうふうに思ったんですよ。まあこれがどういうことかっていうと、僕たちがずっと言ってきてる、まあ、日本を取るっていうことに対して、まあ、真剣に向き合うフェーズに来たんじゃないかっていうのを僕たちは考えて、今年はチャンネル登録者以外のことにも目を向けて活動していかなきゃいけないなっていうふうに方針を決めました。まあ具体的には例えば雑誌の表紙だったりとか、ハイブランド系の仕事だったりとか、ゆうただったら演劇、テレビ出演、いろんなことに、まあ、この5ヶ月間で挑戦し続けてきたんですけど、今具体的に挙げたものをまとめると、 YouTube 以外の仕事も今年は力を入れていこうっていうふうに僕たちは考えていて、で、まあ、それをね今実行してきたんですけど、それをこなすために YouTube の投稿頻度を週7本から週6本に下げて、自分たち的には結構順調にというか、やりたいと思ったそういう外部の仕事をねやらさせていただいてきたんですけど、うまくいくことばかりではないなっていうふうに僕は感じたわけですね。まあ、例えば、まあ、視聴者の方から前のコムドットが良かったとか、ちょっと有名になりすぎてなんか距離感が遠くなったとか、まああとは単純に外部の仕事で、まあ、こういうことをしたら数字が伸びるだろうなって思ってたことが意外とそういう結果につながんなかったりとか、まあ、そういうのをやっぱ身をもって体感して、まあ、ここで僕は視聴者のみんなに何を伝えたいかっていうと、挑戦には失敗と批判がつきもの、これをやっぱみんなに伝えなきゃなと思って、なんか子供の頃ってあることにチャレンジして失敗しちゃったとしても親に怒られるとか先生に怒られるぐらいなわけじゃないですか。でもやっぱだんだん大人になってくると、新しいことに挑戦しようとすると友達に何か言われたりとか、何か言ってくる人とか増えてくるわけですよ。大人になるとやっぱり失敗してる人も見てきてるし、失敗した時どうなるかを考える想像力もついてきちゃってるから、年齢を重ねるにつれ挑戦というものをしづらくなってくるじゃないですか。だからそれこそコムドットは今ね新しいことに挑戦してるわけですけど、まあ、もちろん挑戦する前は怖いんですよね。まあ、今まで通りのことをやっていれば批判はされないし大きな失敗をしないだろうなっていうふうに考えられたんですけど、それだとこれ以上上に行けないなっていうふうに僕は思ったんですよ。だから日本を取るっていう夢に対して改めて向き合った時に、これは挑戦しないとなと思って、この5ヶ月間いろんなことをやってきました。まあ、なかなかうまくこう数字として出ないようなことに僕たちはすごい時間を使ってきたんで、視聴者のみんなもね、このと何のために何をやってるんだろうっていうのが、
まあ、多分去年よりも分かりづらくて、視聴者のみんなとの距離がちょっと空いてしまったなっていうのも僕は実際感じていたので、なんかうまくねこう試行錯誤しながら、例えば、ファンの人に今こういうことをやってて、こういうことにつなげようとしてますとか、今みんなのおかげでこういう結果が出て、それでこういうお仕事もらいましたとかっていうのを、まあ、積極的に言うようにしてきたんですけど、そんな中で、まあ、ずっと目標にしてた、CM 出演とか決まって、あの時に僕の感覚なんですけど、すごい視聴者のみんなとの距離が戻ったというか、まあ、コムドットが何をしたくて2022年外務の仕事いろんなことに挑戦してきたかっていうのがみんなにちょっとずつ伝わってる気がしてて、だから最近視聴回数戻ってきたし、チャンネル登録者の伸びもだん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 戻ってきて、視聴者の人からもらえるコメントも、まあ多分今一番多いかな、過去一で多いんじゃないかっていうぐらいもらえるようになって、僕たちがしてきた挑戦は間違ってなかったなっていうふうに思います。で、まあコムドットをどういうふうに見るかって多分みんなの自由だと思うんですけど、他のクリエイターと違ってやっぱコムドットってえぐいぐらい頑張る集団じゃないですか。で、そういうコムドットの姿を見て楽しいとか嬉しいとか、そういう感情以外でコムドットを見てくれてる視聴者の人がたくさんいるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってて、例えばコムドット頑張ってるから私も頑張ろうとか、コムドットがこんな挑戦してるんだったら自分も起業してみようかなとか、人生を通してコムドットを見てくれてる人がすごい多いような気がしてて、だからこの今回の挑戦っていうことをちょっと話したくて、多分これを見てくれてるみんなの中にもなんか挑戦したいことがあるけど、まあ、周りが怖いとか、まあ、失敗が怖いって人たくさんいると思うんですけど、僕たちもとても怖かったです。今も新しいことに挑戦するのはもちろん怖いです。だけど挑戦なくして上にはいけないんですよね。コムドットが去年と同じような頑張り方を今年もしたら多分来年消えてたと思います。だからこれを見てるみんなも多分何か挑戦することにすごい怖くなる瞬間があると思うし、これから来ると思うんですよ。その時はやっぱコムドットのことを思い出してほしいです。やっぱね、340万人今ねチャンネル登録者いますけど、まあそれだけ多くの人にこう注目してもらってて、失敗するのはもちろん怖いし、まあやっぱり YouTube を通して今挑戦しているのがコムドットじゃないですか。だからコムドットを見て挑戦に対する恐怖心とかを打ち消してほしいなと僕は思います。例えば学校とか職場で嫌なことあったら私たちの動画を見て忘れてくださいっていう人いると思うんですけど、俺なんかそれ違うなと思ってて、俺はもし学校とか職場とかで嫌なことがあったらコムドットを見て現実と戦う勇気をもらってほしいなっていうふうに思うんですよ。まあ僕たちは YouTuber だから、こうカメラに向かって話して、でみんなの元に動画を作って届けますけど、みんなにとってはまあ僕たちは生活の一部でしかないわけじゃないですか。24時間あったらほとんどは自分のために時間を使わなきゃいけなくて、そっから目をそらすためのコンテンツではありたくないんですよ僕たちは。やっぱコムドットを見てなんかすごいやる気を受け取ってもらって、自分の生活にそのパワーをぶつけてほしい。常にみんなにそういう既存のエンターテインメントで届けられる笑いとか楽しさとか、それ以上の活力を僕たちは届けたいんですよ。やっぱコムドットってどういうチャンネルなんだろうっていうのを考えた時に、みんなの人生をいい方向に引っ張っていけるようなクリエイターでありたいなっていうふうに僕はすごい思うので、まあ、多分これからもコムドットは失敗することもあるし、視聴者の人が前の方がコムドット良かったなって思ってしまうこともあると思うんですよ。それでもコムドットは自分たちの夢に向かって前に前に進んでいきます、まあ、そういう姿を見せ続けることを約束するので、ぜひねコムドットの応援を皆さんにお願いしたいです。最近思うのがやっぱ340万人もチャンネル登録者がいて、雑誌の表紙月に5冊やりました、テレビ出演もしました、地上波でテレビ CM もやりましたってなると、なんか自分たちが応援しなくてもコムドットも勝手にやっていけんじゃないかみたいな、そういう風にみんな思ってんじゃないかなって僕は考えてるんですよ。けどそれって全く違くて、みんながいなかったら僕たちコムドットは存在できないです。これは本当になんか建前とかいい顔したいとかそういうんじゃなくて、みんながいなきゃコムドットはねダメなんだよ。これは YouTube なわけじゃないですか。テレビと違って YouTube なわけですよ。テレビってどんな人が見てるかぶっちゃけ分かんないでしょ。やっぱ視聴率っていうものしか出ないからテレビって分かんないんですけど、 YouTube ってリアルな視聴回数が出て、リアルな反応コメントが僕たちが見れるわけじゃないですか。だから僕が思うに YouTube はクリエイターと視聴者のためにあるコンテンツだと思うんですよ。だからこそクリエイター側が視聴者のことを無視して俺らがやりたいことだけをやるとか、視聴者の意見なんてどうでもいいっていう風に動画を作り始めたら僕は終わりだと思います。本当はそういった方がかっこいいし有名人っぽいじゃん。けど
ここに来てやっぱそれは違うなっていう風に僕は思ってます。やっぱみんなのコメントを見ながら、うん、じゃあ次どういう企画考えたら面白いかなっていう風にも思うし、俺らが気づかなくて視聴者の人が気づいてくれてやっぱ改善してる部分も本当にたくさんあって、コムドットだけでは到底ここに来れてないわけで、みんなの応援があって今ここにいるっていうのは僕は 100% 心の底から言えますね。だからここからコムドットがどんな有名になって、どんな大きいことを成し遂げていっても、みんながいなくなったらコムドットは終わりです。だからすごい重要なんです。みんながすごい大切なんです、僕たちにとって。それをみんなに伝える言葉って一番手っ取り早いのがやっぱありがとうになってしまうから、僕たちはことあるごとにありがとうっていうことしかできないけど、まあ僕も含めやっぱコムドットのメンバーは全員そういう風に視聴者の人に本当に感謝をしています。これを伝えられたらもう十分かな。うん、これが今日僕が一番伝えたかったことです。みんながいなければコムドットは終わりですっていうのを、言葉難しいけどみんなには自覚してほしいです。本当に本当に大切なんですよ。だからこれからも視聴者のみんなを大切にしながら、僕たちの日本を撮るっていう夢を追いかけていきたいなと思うし、え、自分たち必要なんだって思ってくれた YouTube を見ているそこのあなた、ぜひぜひこれからもね、コムドットの日本を撮るっていう夢を一緒に追いかけてほしいですと。そして、まあ、多分みんなにも夢があったりとかやりたいことがあったりとかすると思うんですけど、そういうことを見つけた時はコムドットからたくさんパワーをもらってください。でそのやりたいこととか夢とかを叶えてください。夢とかやりたいことが見つかって忙しくなったら、最悪コムドット見ないでも大丈夫です。例えば自分の時間を必要以上に削ったり、自分のお金を必要以上に削ったりしてコムドット見てほしいと僕は思いません。だから視聴者のみんなとはすごいいい関係でこれからも入れたらなと僕は思ってるので、これからも何卒コムドットの応援をよろしくお願いします。はい、ということで社長密着ね、長らくお送りしたんですけれども、これにて終了になります。最後ね、みんなにお願いしたいんですけれども、まあ、このコメント欄にみんなのやりたいこととか夢とかを書いていってほしい。俺全部コメント読まさせてもらうから、今みんながどういう頑張りたいことがある、どういう打ち込んでることがあるっていうのを書いていってください。まあ、前もやったんだけど、書いた夢が叶ったりとか、自分が目標にしてる試合に勝ったりとか、そういうことになったらぜひこのコメント欄に戻ってきてそれを教えてください。これからも一緒に頑張っていきましょう。はい、ということでね、まあ改めてなんですけれども、コムドットは年内チャンネル登録400万人を目指しています。数字も追いかけつつ、これからも日本を取るという夢のためにいろんなことに挑戦していきます。そんなコムドットをですね、ぜひぜひこれからも応援していただけたら嬉しいです。いただけたら嬉しいというか、みんなの応援がなかったら僕たちは存在できないので、今見てる人は応援してください。僕たち頑張る、よろしくお願いします。ってことで、はい、本当に長くなりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。さっき言ったね、コメントと、ぜひぜひ高評価もしていただけたら嬉しいです。明日5月の31日ということで、5月最後の動画なんですけど、明日の動画の最後には、6月のね、大きなイベントの重大発表もありますので、ぜひそちらの動画も見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ、締めます。それじゃあまた、次の動画で、バイビー！Thank you.